今回はポケカが欲しすぎてついに旅に出てしまったニートの一致の話を紹介するよ。ニートは42歳、ポケカが欲しすぎて旅に出てしまう。最近めちゃくちゃポケカにハマってるんやが、全然売ってなくないか？マジで転売中を恨んでる。なかなか手に入らないよな。ワイはもう諦めた、もうちょい熱が冷めてきたら買えるだろ。転売されてるの見たことがあるけど、あれを買ってまで揃えたいとは思わないわ。ポケカ投資ってのもあるらしいな。セツコ、それ詐欺や。ワイは引きニートなんだけどさ、ポケカが欲しすぎて、ついに家を出たんや。どういう意味？そのままだよ。ポケカが欲しくて家を出てさ、隣の県までポケカ探しに来てるんだよ。ニートがポケカなんて贅沢だな。その勢いを別のことに使えよ。ポケカは引きニートさえも外に出るほどの魅力があるのか？イッチはなんでそんなにポケカが欲しいの？ワイはポケモン世代なんだよな。まだゲームボーイが白黒だった時代からポケモンを愛してたんだぞ。そりゃポケカも欲しいに決まってるやろ。コンビニや市内のイオンで売るって聞いて駆けつけたけど売り切れてたんや。こうなったら他県に行くしかないだろ。それより働けよ。だよな。何ポケカ探しの旅に出てるんや。別にええやろ。マッマに連れて行って欲しいって頼んだけど自分で行けって言われたんだよ。そういえばワイが家を出る時にマッマが嬉しそうにしてたな。そりゃニートが家からいなくなって嬉しかっただけだろ。引きニートが家にいるとむさ苦しいしな。家に帰ったらドアの鍵が変わってたりして。それはないだろ。そんなことされたら泣くわ。でも喜んでたんだろ。マッマとパッパに他県までポケカ探しに行くって話をした時はめっちゃ笑顔だったな。で見送られて出かけた。ちょっとだけどお小遣いももらったんや。手切れ金か。さよならイッチ。これはああまあええんやない。殿堂入りでもしてろよ。実際ポケカの争いってひどいよな。前ニュースにもなってたし。やばいよな。世代は世代だけどあそこまでして手に入れたくはない。子供が欲しがっても買えない状態はちょっとかわいそうだよな。良い大人が赤ちゃん本舗の前に並んでるのを見て引いたわ。でもお前らだろ。同族嫌悪で草。一気は確実にお家に帰れないよな。さすがにそれはないだろと思ってたけど不安になってきたんを。電話でもかけてみれば。今からでも遅くない。家に帰るんや。でもまだポケかかってないし。出かけて何時間くらい経った？もうすでに手遅れ。多分鍵が変わってるし、インターホンを鳴らしても誰も出ない。実際、これで追い出せた、って思ってる可能性はあるよな。なんで引きニートしてたくせにポケカ探しはできるんだよ。普通に外に出れるじゃん。働けよくず。だよな。なんで働かないのか理解できない。自分の好きなことしかしないとか ASD とかの特徴だっけ？いや、ただの甘えだろ。ASD なのかもしれないけど、ニートは甘えていき。ジムリーダーにでもなれば？目指せ、ニートマスター。ニートマスターは草。家から出てる時点でニートマスターとしては負けだろ。お前らが脅すから親に連絡してみたけど返事がないんをね。まあたまたまやと思うが。本当にそう思うのか？お小遣いくれたあたりが怪しいよな。選別だろ。怪しすぎるよな。まあ何年ニートしてるのか知らないけど急に出ていくってなったらラッキーだよな。ワイはただカード探しに出ただけで家出したわけじゃないにゃんが。ちなみに42歳のニートや。イッチ、それ無職だぞ。42歳のポケモンマスター、やっぱりニートマスターの方がお似合いやな。その年まで何フラフラしてんだよ。こういうやつ見てるとイライラする。マッマとパッパも追い出し方を考えてたかもな。そんなのが急に他県に出かけたらそのまま追い出すよな。ワイもニートだけどイッチにはドン引きや。行動力があるニートなのか。いや、普段は全く行動しない。ポケカだけは欲しかったんだよ。なんでそこまでポケカに必死になれるのかがわからん。ニートって、子供の頃しかうまくいってないから、ポケモンに何か執着があるんじゃね？ああ、確かに。こいつら語り出すと小学生の頃の話とかばかりだからな。確かに小学生の頃は楽しかったな。まあ一番ポケモンにハマった時期は中学やが、ドラクエとかもよくやったな。ワイの弟はデジモンにハマってた。お前ら、デジモンの携帯機知らないだろ。繋げると配合できたりするやつ。懐かしんでんじゃねえよ。てか弟いるんか。5つ下の弟がいる。弟はなぜか普通に働いてて家を出て嫁もいる。どうしてこうなった。弟もゲームとかやってんのに弟は普通なのか。兄を見て反面教師にしたんじゃねえの。イッチはいつから引きこもり。ワイか。ワイは高卒ニートや。専門学校を途中で辞めてその後ずっとニートしてる。弟は大学に行ってその後普通に就職して結婚したな。おいもいる。うわぁ、違いすぎだろ。イッチは大学の学費を出してもらえなかったのか？いや、ワイが専門に行きたいって言った。大学行けばよかったかな。
受験勉強をしたくなかったけど、かといってすぐ就職するのも嫌で考え抜いた結果が専門に入ることだったんだよな。それで中退ってもったいないだろ。専門もそれなりに学費かかるしな。落ちこぼれ感。弟と比べられることは？多分比べられてると思う。でも学生時代に何か言われることはなかった。最近、弟は結婚して子供もいて安心みたいなことは二人が話してたな。Y に直接言ったとかじゃなくて、両親が会話してるのが聞こえた。はい。なるほどな、それはもう一致には期待してないな。期待するだけ無駄だろ。なんでポケカ探しできるのに働けないの？怠け者なの？ずっと働いてないし働ける気がしないんだよ。42歳で職歴なしって正直積んでるよな。今、なぜか急にポケモンの虫捕り少年を思い出して笑ってる。なんでだよ。そういえばポケモンの途中で出てくるおっさんとかも無職だったのかな。ロケット弾をバカにするな。わろた。職業、ポケモントレーナー。あれ実質無職やろ。サトシの悪口はそこまでだ。サトシって今何歳？あいつは年取らないからな。ポケモンも長いよな。第二のサザエさん、ドラえもん枠。ちびまる子ちゃんもだろ。で、イッチはこれからどうすんの？マジで家に帰れなかった場合。それはないと思ってるが、マジで帰れなかったら積むな。働けるわけないし所持金はポケカで消えると思う。そのままカード屋で雇ってもらえよ。どこで買う気？ Y が住んでるのは田舎県やけど、隣の県は都会だから売ってるかと思ってさ。ごちゃんで売ってる情報も調べた。そういう時は動けるんだな。一致の親も、なんだ、外に行けるんだって思ってそう。で、そのまま捨てられるんですね、わかります。そろそろ両親を楽にしてやれよ。あれの魅力がやっぱりわからんわ。理解に苦しむよな。キッズに紛れて楽しむ大人。ニートは心は子供のままだからな。わい、ポケカ集めはしてるけど一致みたいにはなりたくない。最近、数が多すぎておっさんの Y には理解できん。Y の中ではポケモンは151匹やで。少な。初期はそれくらいだったよな。Y は賃金で止まってるわ。結構、おっさんが多いんだな。ポケカ探して永遠に旅してろよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート Y34 歳。ポケカが欲しくて並んでいたら子供にバカにされる。平日からポケカが欲しくて店に並んでたら5歳くらいの子にバカにされたんやが、親に、あの人なんで今日いるの？ぽいことを言っててへこんだ。親も親だぞ。大学生さんね、とか言えばいいのにさ。腫れ物を触るような対応するのはひどいだろ。そりゃポケカ並んでるおっさんなんて見下してもOKだろ。5歳か、幼稚園児かな？ポケカ並ぶ幼稚園児もどうなの？平日だし幼稚園あるだろ。休みの可能性もあるし、連れてきたのは親だろ。まあ5歳児に園を休むかどうかの判断はできないだろうから、もし悪いとしたら親だな。どの道一致が一番悪い。平日の昼間から店に並んでたらそりゃ無職だと思われても仕方ない。大学生って言うけど、お前何歳？34歳のニートだよ。最近、そこそこの年齢の大学生もいるんだろ？ Y もそれでええやん。それか、栄養職だと平日休みとかだろ？なんで無職だって目で5歳児が見るんだよ。見下された感もあったし哀れんでた感じがあったんだよ。気のせいだろ、5歳児がそこまでニートに興味を持つとは思えないんやが。母親がかわいそうだよな。なんて言えばいいか困るわ。ニートよ、っていうわけにもいかないし。ああなったらおしまいよ。くさ。一致は何のために買うんだ？自分用？転売用？転売はしない。そういえば転売中っぽいやつもかなり並んでるぞ。けなすならあっちを見下せよ。ニートも転売中もクズだからな。どっちもどっちや。転売中の方が金は稼いでるな。ニートは親のすねかじり。親としてはどっちも恥ずかしいけど転売中は家にいないかもだから実害はニートかもな。ニートは飼育費がかかるのが問題。飼育費？それなんだよな。てか、そんなところに並んでる暇があったらハロワ行け。ポケカは並べば買えるがハロワ行っても仕事はもらえないだろ。失敗しそうなことをやるのが嫌なんだよな。その考えだと50過ぎてもニートだぞ。完璧主義だったりする？そうかもしれん。中学くらいの頃がピークだな。テストは満点が多かったし高校もそこそこの進学校に入った。進学校で赤点取り始めてから何もかもグダグダや。背伸びして入ったのかな？完璧主義ってめんどくさそう。なったことがないからわからん。一カレーで考えちゃうんだよな。少しでもできない可能性があるなら挑戦なんてしたくないと思う。間違えるのが嫌だし、失敗するのが怖い。新しいこととかも、チャレンジする気になれない。ただ毎日同じことをやってると安心する。でもポケカ街に行ってるじゃん。毎日そこに並んでるわけじゃないだろ。今日は並べば確実に買えると思ったから来ただけや。実際、前から3番目だから買えると思う。これで、店に着いた時に微妙な順番だったら帰ってた。完璧主義っていうよりは心配性？ようわからん。就職に不利そうな性格だよな。これからどうする気？
どうもこうもずっとニートだろ。さあ、どうなるかは意味もわからん。働く気が全くないし、親が許してくれてる間はこのまま実家でニートしてると思う。親の反応は？店はいつ開くの？9時。親は最近諦めてる感じかな。前は仕事は？とか聞かれたけど最近は何も聞かれない。20代前半の時は年金を代わりに払ってくれてたけど途中で打ち切り宣言を受けた。じゃあ65になって逃げ切るってのも無理じゃん。どうすんだよ。一致は自業自得だけど親がかわいそう。全然やる気がないし、他力だもんな。ボケか並ぶくらいならマジでハロワ並べよ。外には出れるんだな。人とは話せるの？昔はそこまでコミュ障じゃなかったけど、最近は親としか話してないから、だんだんダメになってきてる感はある。親とも昔ほど話してないしな。へぇ、じゃあ陽キャのニートも引きこもってる期間が長すぎるとコミュ障になる可能性もあるのか。まあ人と話しなさすぎると話し方を忘れるよな。時代に取り残されてそう。ボケか以外に趣味はあるのか？ボケかも趣味ってほどじゃない。とにかく欲しかったから買いに来ただけや。スマホのゲームとかにハマるけど課金もほとんどできないし面白くなくてすぐ飽きる。課金ないと最近はダメだよな。ワイシャチク、働いてるけど基本無課金。無課金でもそこそこ楽しめると思うがな。ニートが贅沢だぞ。他に外に出る趣味でも作ればいいのに。ポケゴーとか？外にはあまり出たくないんだよな。なんか疲れる。鬱なんじゃない？まあそれだけずっとニートしてたら鬱になってもおかしくないよな。鬱ニートとか余計にうざいやん。そのうち親も限界が来そう。どうなんだろうな。細かい事情は知らないけど今はまあワイを養っててもお金に困ってもいなさそうだし、特に何も望まないからこのまま家に置いてほしいとは思う。世の中、そんなに甘くないだろ。せめて家事くらいすればいいのに。親が丸んだ後のことは考えてないんだな。親も老後のことがあるし不安やろ。そろそろ店が開く時間。まだ30分はある。暇つぶしで立てた。たまに5歳がチラチラ見てくる。なんで5歳ってわかったの？5歳の誕生日がなんとかって言ってた。一致にもそういう時期があったんだよな。それが今は。5歳の時にマッマはこんなクソニートに育つとは思ってなかったんだろうな。ボケかを平日に買いに来るとかそいつも予備軍だろ。一致よりは未来がある少年やで。幼稚園が休みなだけかも定期。実は親子揃って転売中なんじゃね？さすがにないやろ。ボケかの金はどこから出てくるんだ？自分の貯金だよ。多くはないけど少しはあった。普段、あまり何も買わないしな。働けばポケカ集められるのになんで働かないんだよ。そこまでしてほしいとは思わないな。正直、ニート辞めるのは考えられない。働かなくても生活できるからこうなるんだよな。親の罪も深いわ。確かに、生きるか丸ぬかの状況になればニートも働く気がする。それでも働けんやつだけを保護すればいいよな。実際、親に追い出されてサバイバルしてたニートもいるしな。いざとなったら働けるニートは多そう。ワイはいざとなっても無理だと思うけどな。社会に出て生きていく自信がない。仮に、まぐれで採用されたとしても数日でクビになるか、鬱になるのがオチだと思う。そしたら面接や履歴書を書く意味がないだろ。最初から決めつけるのは良くないで。そうやって思い込むから先に進めないんだろうな。完璧主義とは違う、別の病を疑うわ。こういうのは追い出すしかなさそう。面接とか何もなしで急に工場とかに放り込めばいいんじゃね。人手の足りない仕事なら30代はまだ若いしな。あ、もうちょいで開くわ。今日、買って帰ったらどうするの？寝るかな。最近結構、昼までも寝てる。ダメ人間じゃん。これはひどい。もうちょっとなんとかしろよ。できるならもっと前にしてる。ああ言えばこういう。でもこの時間にすれ替えてるやつも働いてないんじゃないの？9時前だぞ。まだ仕事が始まってないやつもいるだろ。ワイはフレックスだから9時半からやで。そういうのもあるんか。そういう場所ってスーツ着て並んでる人もいるの？ちょっとだけどいる。仕事行く前にポケか並ぶとか。まあ営業とかならできそう。サボりじゃん。一致よりはマシ定期。あ、もう行くわ。マジで数年後に後悔するぞ。って言っても一致は気にしないんだろうな。ポケ界の熱意を他に向けるべき。一致よりはマシ定期。5年後焦ってすれだけだな。5歳児に見下されるニートは草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートにしかわからないニートの特徴。筋トレしたくても目標がないので筋トレできない。親が優しい。ランニングはする。なんジェイミガチニートなんかおらんでしょ。みんなネタや。太陽を浴びてないので常に鬱気味。ずっと寝っ転がってると後頭部の血流悪くなって頭皮が痛くなる。来月から頑張ることにしてる。ちょっとした変化に敏感。全身ハイブランドに高級時計で目立とうとする。頭にニキビができまくる。好きだったアニメやゲームが心底楽しめない。腹筋弱って腹出てくる。映画すら見る気にならない。
全てが笑える。夢に昔の友達出てくる。マジで学生時代の夢ばかり見る。科捜研と相棒の再放送は大概見たことあるやつ。科学的なんかありそうよな。単純に学生以降の思い出がないからやろ。月日があっという間に過ぎる。何もしないことが苦にならない。休日になると安心する。髭を生やしてみる。平日に外に出ると近所にニートだとバレているのではとビクビクする。テレビつけるのが怖い。ネットニュース見るのが怖い。社会から取り残されてるのがわかるから。底辺職を褒める。雨の日は安心する。夜になると安心する。インターホンが怖い。電話が怖い。一日に一回しか行動できない。仕事してる時より常時腹が減ってる。外出するための服を持ってない。ごく稀に働きたくなる。働いてるやつみんな偉いよな。一日一ターン制はガチやったな。休日は安心して休めるから嬉しい。何か用事を済ませると一日が終わった気分になる。すげえわかる。寝転がってお菓子食べご飯食べてごちゃんして終わる。何もしてないのに腹だけは減る。ニート歴でマウント。日光当たるとダメージ。めっちゃ腹減る。食うことしか楽しみない。日光当たると仕事した気になる。朝、仕事に行く悪夢で叩き起こされる。その後、もう自分は働かなくて良いんだと安堵して眠りにつく。食べる量が異常なので1日1食か2食しか食べない。日光辛くてマントで防ぐ。ワイニートになって紫外線アレルギーになったで。夏場は日焼け止め塗らんとできものできて腕中かゆくなる。出かけるかどうかで1時間悩んで服着替えてからさらに1時間悩む。何もやる気にならないけど何もしないのも苦痛。だけど結局特に何もしない。一日が25時間になって生活リズムが毎日ずれていく。出かけても暇。アニメを見るにも覚悟がいる。見るかどうか10時間くらい迷ってからいやいや見る。顔が押さない。炎上事件を追っかける。意外と自炊するからレパートリー増える。遠慮はしてないけど家族に対して何か気まずい。寂しいのでネット上に知り合いを作る。風呂に入るのが面倒になる。ボッカキッとか買い替え速報見てる。なんやかんやダラダラしてる今の生活が好き。心肺能力が低下してるのでマスクして出歩くと数分でヘトヘト。自分の行動を冷静に客観視できなくなる。ワイニートだけどウッドデッキ作ったわ。ネットでがマルジ見るとイライラする。ゲームすらやる気ないので PS4 がホコリかぶってる。それタイガニートたけしに見える。ショッピングモールの休憩スペースで半日過ごせる。平日家にいると思われたくなくてわざわざ携帯端末でツイート。自然と深夜に目が覚めてしまう。もうそろそろヤバいとは思いつつも特に何も行動しない。結局ネットとゲームで一日潰してまた朝に寝る。日本企業を叩きまくる。パソコンの方が快適なのに座るのがだるいので横になってスマホ。これあるな。ゲームとかもそうやけど時間は無限にあるのに新しいものをやろう見ようとする気力がなくなってく。何らかの精神疾患がある。ネトゲすら人と関わるのが怖くてできない。なおごちゃんはできる模様。夜普通に寝たのにすぐ眠くなる。夢の中の方が良くも悪くも充実している。これネット上でもフレンド関係とかきつい。ここの匿名が限界やわ。ネットの知り合いへのニートバレ回避のために全力を費やす。何でもいいから短期と長期的な目標は作った方がええわ。普通の人なら意識しないようなものでもニートにとってはでかい。先のことは知らんわ。食うのもだるい。ここまで何割が本物のニートなんやろか。心身ともに健康なのが申し訳なくなってくる。何に対してかはわからんが。友達がいない。ふとした瞬間小学校時代の友人に会いたくなる。土日は安心する。ふと先のこと考えてギャー。人との出会いが皆無だから学生時代の友人しか夢に出てこない。言語能力が低下する。一日一食でもどうにかなる。そろそろニートの特権タイムが終わるから少し悔しい金曜の夕方。現実逃避のプロやけど重くそ現実的な夢を見る。喋らないと言語能力低下するから親ともちゃんと喋った方がいいぞ。世界の終わりを望む。 VTuber にハマる。四六時中配信してるから空虚な時間埋めてくれる。意外とアニメ見ないばかりか、むしろ一般人よりアニメ嫌ってたりする。ネトウヨにならないどころかむしろ日本が嫌いだったりする。一日一つの行動だけして満足。朝起きたら眠い、昼も眠い、夜になり目が冴えるが寝る。ごちゃんの書き込みですら文法とかおかしくなって誤字脱字が多発する。そしてペンや鉛筆持って何か書くのはもう自分の名前ですらかなり難しい。寝るときに目を閉じて将来のことを考えてみると丸見たくなる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は無能すぎてお店をクビになったイッチの話を紹介するよ。ちょっと納得いかないんだが、せっかく採用になったレストランをいつかでクビにされた。俺かなり頑張ってたと思うよ。シフトに積極的に参加してたし、それなのにクビとか悲しい。で、何したんだよ。何もせずに解雇ってことはないだろ。それともパワハラの類？
パワハラとかはない。初日は結構ミスしてたけど、みんな、丁寧に教えてくれた。それで、事件は数日前に起きたんだ。うちの店にはシェフの気まぐれサラダってメニューがある。シェフがその日の気分で新鮮な野菜を使って、サラダを作るんだが、シェフの気まぐれサラダは毎日日替わりで、固定されていないから普通のサラダより難易度が高い。何の難易度だよ。別に難易度なんて高くないだろ。でもさ、どのサラダを運ぶかって時に、一瞬迷うんだよな。あれ、これは定番のサラダだっけ？それとも気まぐれの方だっけ？っていうか、今日の気まぐれは何だっけって。それでその日はシェフの気まぐれサラダを、途中でふと忘れてさ、お客さんから、シェフの気まぐれサラダで。って言われた時に、あれ、どれ持っていけばよかったっけって、焦ったんだよな。それで調理された食事が並んでいる前に立つと、サラダが2種類と、カツカレーが並んでた。ふとカツカレーを見ると、中にいくつか野菜が入っている。ふと俺はそこで思った。メニューの名前はシェフの気まぐれサラダだし、気まぐれってくらいだから、野菜が入ってれば別に何でもいいだろ。そして俺は、カツカレーを手に取って、シェフの気まぐれサラダを頼んだ、お客さんの元へと運んでいった。お待たせしました、気まぐれサラダです。ここで数秒の間があった。はい。シェフの気まぐれサラダです。聞き返されたから大きな声でそう伝えると。ダイエット中だったから、サラダが良かったんですけど。と言われた。で、俺が、サラダ、入ってますよ、と言うと。え、入ってないですよね。とそのお客さんに言われたから、カツカレーに入っていた野菜を何個か指さすと。もういいので、店長さんを呼んでくれますか？と言われてしまった。これは、カツカレーは野菜じゃないだろ。いくら気まぐれでも、これは気まぐれすぎるだろ。というかこれはシェフの気まぐれっていうより、イッチの気まぐれじゃないか。確かにな。イッチの気まぐれに改名しようぜ。その後、しばらくして俺は店長に呼ばれた。今日のシェフの気まぐれが何か、朝、ちゃんと伝えたよね。はい。それで、午前中に何か忘れたの？はい。今日のシェフの気まぐれサラダは？カツカレー。なわけないだろ。すみませんでした。なんでカツカレーが気まぐれサラダになるんだ？カツカレーに野菜が入っているので。野菜が入っているからって、これはサラダか？違います。首ね。え？またこんなことをされたら、うちの評判に関わるから、申し訳ないけどこれでバイトをやめてくれる？それは、数日前にもう皿を何枚か割ったよね。わかりました。やめます。ということで、5日でクビになった俺涙目。でもさ、俺なら嬉しいけどな。サラダ頼んでカツカレーならラッキーじゃん。嬉しい民と、迷惑民で別れそうな案件だな。シェフ、じゃなくて、イッチは気まぐれだからな。これは詐欺だと思うぞ。イッチが言うように、カレーには野菜が入っているからサラダ。いやカレーは飲み物だろ上皇。まあ確かに野菜が入ってるし、カレーをソースと考えればサラダみたいなもんだよな。そんなこと言っといて、お前らもこのメニューを頼んで、カツカレーが来たら文句を言うんだろ。いや俺は食うぞ。カツカレー好きだし。それにしてもイッチは無能すぎて、シェフの気まぐれってサラダの他に色々あるの？シェフの気まぐれはサラダとメイン料理の2品。2品くらい覚えろって。いつ頃まで覚えてたの？確かお昼くらいまでは覚えてたと思うんだけどな。お昼のラッシュ時間を過ぎたあたりで、ふと気づいたら忘れてたわ。飛んだ鳥頭じゃないか。散歩歩いたら忘れる的な感じか。サラダの値段でカツカレーが食えたらラッキーじゃね。ヨーロッパじゃ米も野菜のうちだぞ。それがシェフの気まぐれサラダだ。って言えばいいだろ。気まがれー。カツカレーは野菜じゃないだろ。引き続き、生活関連のスレを紹介するよ。ガストでめちゃくちゃうまくてさ、思わずシェフを呼んでくれって言ったんだけど、フリーターの青年が困った顔して出てきたわ。かわいい。フリーターの青年で悪いかよ。なんか疑い照れるな。そこは電子レンジを出してくれないとな。てかガストよりジョイフルのハンバーグの方が好きなんですけど。フリーターシェフ、サイゼリア行け。サイゼリアな。ガストでそれやんなよ。普通のおばちゃん出てきて、それシェフじゃなくてシェフやん。ってスレかと思ってきたのに。漫画みたいにクソ忙しいのにシェフ呼ぶやつはアホ。紳士は名前聞いて伝言だけ。これはワロタ。いい客だ。この藤山盛りポテトを盛り付けたシェフを呼んでくれ。嫌いじゃない。クソ、こんなので。めでたい舌だな。指パッチンしないと料理長は出てこない。出てくるフリーターリチに。ただいま工場から向かっております。ってならなくてよかった。工場からシェフが来たら面白かったのにな。引き続き、生活関連のスレを紹介するよ。バルさん耐えてるけど苦しすぎワロタ。何これか取り線香みたいなもんじゃないの？たまらずに部屋の外に出たわ。ごほえ、ごほえ。ゴキブリオツ。ゴキオツ。今はゴキブリもネットをする時代か。なんでお前も部屋にいるんだよ。ゴキブリじゃねえわ。部屋入ったらまだ煙がボワーってなってるし、どうしよう。おま、ゴキ以外にその煙は無害なんだぞ。バルさんでむせるイッチが心配。
大丈夫かイッチ、皮膚呼吸してるかイッチ。誰かイッチにママレモンかけてみろ。そのまま部屋にいるとだんだん気持ちよくなってくるからさ、もうちょっと我慢しろ。なんでこんな時間にやるんだよ。それに普通は外に出てる間に炊くんだよ。ゴキブリだから仕方ないけどさ。部屋の中で電化製品使ってると爆発するから注意な。ああどうしよう、本当に煙がまだボワーってなってるわ。ちょっと頑張って突入して説明書見てくるわ。無茶しやがって。ぼっへい、今バルさんの説明書き見てきたけどさ、煙のせいでむせてみれなかったじゃん。ゴキブリご上手だな。部屋の隅っこに置いてある団子食っとけよ。栄養取れるぞ。正直はロタ、計画性なさすぎはロタ。イッチ、やゴキブリはくたばったか。おい、iPhone でバルさんのホームページの説明見れば解決だったわ。東大元暮らしってか、今から見るわ。説明書読んでからやるでしょ普通。おい、これ人体に有害って書いてあるじゃないか。ゴキブリだけじゃないのかよ、ふざけんなバルさん。なんでゴキブリがすれ立ててんだよ。クソはロタ。やはりゴキブリだったか。さっき煙吹き出してるバルさんの説明書を見ようとして、突撃した時にめっちゃ煙が直撃したわ。アパートで7畳なんだけど、多ければいいだろうと思って24畳用の炊いてるんだが、失敗した。うっかりさんだな。アパートなのかよ。ありえん、他の部屋へは影響ないだろうな。なんで夜やるんだよ。家の外にしばらくいろよ。おい他の部屋の住民大丈夫か。下手したら火事で通報。お前は在宅でバルさん炊くつもりだったのか。蚊取り線香みたいなもんだと思ったよ。普通にバルさん炊きながらラーメン食おうとしたんだけど、煙がすごすぎて外に逃げた。もうボワーってなってた。お前が今どこにいるか知らんが煙で通報されるかもよ。隣近所にバルさん中ですって言って回れ。部屋の中に戻りたい。戻れない。バルさんするときは紙にバルさん中って書いて貼っておくのが基本。戻れねえよ。あとマジでご近所さんが怪しむか。もうやだん。ちょっとバルさん中ですって回ってくるよ。ゴキブリが自分からバルさん炊いたと聞いて。とりあえずドアに張り紙しておいて近くにいれば。二人回った。ご近所さんたちいい人だといいがな。バルさん使い方知らないやつっているんだな。少し感動した。メーカーにクレームの電話入れようぜ。全部回ったよ。これで足イン。問題はずっと外にいなければならないということなの。普通説明読むだろ。読むよな。バルさんを外に持ってくればいいんじゃね。わろた、確かに、それだ、それしかない。ゴキブリがすれ立てしてると聞いて。ドアの隙間をよく見たら煙はみ出してる、オッケー。おバカさんがいると聞いて。バルさん炊いて1時間後に部屋入ってもむせたわ。ラーメン食べようとした一気かわいい。とりあえず窓を全開にしてきた。煙がまだボーボー立ってたわ。24畳の破壊力すごすぎ。バルさんって部屋から G を追い出すんだがどこに行くか知ってるか。他の家だ、バルさん炊いてるって今割った時点でお前は迷惑住民確定。おうまいが、だからめっちゃ嫌な顔されたのか。オッケー、あれ？なんか騒がしいぞ。煙出てる状態で窓開けたのか。うん、換気しようと思ってさ。集団訴訟だな。誰か消防車呼んだか。フラグ順調に立ってるな。わくてか。生命力が高いゴキブリだな。しかしこの一致は面白いな。っていうかどこ行った。今頃ひっくり返ってんだろ。バルさん炊きながらラーメンって、初めて見たな。引き続き、生活関連のスレを紹介するよ。飲み会で揚げ出し豆腐頼んだら、空気読めと言われたんだけど、ダメ？審議中。結構絶妙なラインやね。もちろんみんなで食べるために頼んだんだ。フライドポテトとか軟骨とか漬物とか、定番ものはすでにあった。全然悪くないだろうね。みんなが望んでなかったんならしゃあない。定食頼むより良くない？気分によるよな。冷ややっこだったら喜ばれたかも。揚げ出しは俺も好きだけど、みんなでつつけるものではないな。揚げ出し美味しいけど取り分けにくいからな。でも空気読めはひどいわ。楽しくなさそうな飲み会だな。そんなこと言われる飲み会もう行くのやめるべき。揚げ出し豆腐がダメとかありえんやろ。もずくし頼んだらフルボッコやな。頼む前にみんなに聞けばよかったのに。揚げ出し豆腐はみんなでつつけるものではない。だから一致が無能。一致が悪い。枝豆一人で食い尽くしたらビンタされた。家帰って泣いたわ。地内酒屋バイトの飲み会。ほんで他店舗のための社員に言われた。面識あんまない人。追加適当に頼むって言われたからやりました。俺居酒屋勤務してた経験あるけど、揚げ出し豆腐は1日に1個出るか出ないかだったわ。すでにみんなで食べるメニューが出てるのなら、自分で食べるよってことで注文してもいいんじゃね。そこまでして守る空気とは何なのか。みんな好きなもの頼めばいいだろ。でも友達と飲んでたわけじゃないじゃん。会社の飲みで揚げ出し豆腐はどうなの？一緒に頼んだのは牛ホルモン炒め、京野菜サラダ、地だこの唐揚げ、ヒレ炙り、あとドリンク。揚げ出し豆腐くらい許してや。お前変なもんばっか頼むなよ。空気読めや、アスペじゃねえの。
はぁ、じゃあどういうのがいいの？テーブルの上揚げ物だらけだったし。刺身とか海鮮サラダとかさ、もっと無難なやつ。お前、飲み会行ったことないニートやろ？別に一致のでいいだろ？は？ 100 回以上はあるが？ 100 回ねえ。やっぱり神聖だったか。揚げ物が並んでいてまだ残っているのに、また揚げを頼んでしまったから空気読めならわかる。加えてみんなの腹具合と飲むペースも考えて、1回の注文の量を考えろとかな。テーブルに履いた俺より空気読めてるよ。普通に考えて揚げ出し豆腐なんて頼むやつは、空気読めてない。私女だけど、揚げ物は無理。飲み会って結構敷居高いんだな。鍋将軍みたいな仕切り屋がいると酒がまずくなる。窮屈な思いして酒飲めねえよってね。通過つまみなんかいらないだろ。酒だけ黙々と飲んでろよ。これは雑魚に文句言わせる一致が悪い。食い物ごときで空気とかバカかよ。普通に集団だとみんなが食べれるもの頼まなきゃダメだろ。わからない奴は社会じゃ通用しない。まあ一致のケースだと、社員が空気が読めないゴミフリーターの一致を諭したわけだから。やっぱそこは社員とフリーターの差だよね。は？バイトだとフリーターだってか？どんだけ引きこもってんだよカスが。海鮮が売り系の居酒屋で、おすすめがあれば刺身頼むけど、壺八とかでとりあえず刺身でも頼んでおくかみたいなのはちょっと。揚げ出し豆腐がみんなで食えないと思ってるやつアホか。空気読め発言の時場の空気はどうなったの？え？他には誰にも聞こえなかったと思うよ。周り盛り上がってたしね。そういえば何人いたかが書いてないな。33人ぐらいいたのか、4人くらいかの規模によって変わってくる。揚げ出しの弱点は冷えに弱いことかもね。出汁が冷たくなったらちょっと食べる気しない？酒飲めない奴に割り勘だと酒飲んでない奴が損するから。何か頼みなよって言ったら焼きおにぎり頼んで和やかなムードに包まれたよ。飲み会は好き嫌いが多い奴が一番あかんわ。友人に野菜全般と生魚とラーメンと肉がダメな奴がいる。何食って生きてるんだよ。飲み会でぐちぐち言う奴がおるとつまらんわ。一見食べづらそうでも上手に取り分けたりしたらええやん。いちいち目くじら立てずに出てきたもん楽しめばええのに。このスレのせいでめっちゃ豆腐食いたくなってきた。ぶっちゃけ変なもん頼んで空気読みやなんていうやつの方が空気読めてないからさ。一気ちゃんは安心してええよ。てか、基本頼んだもの勝ちだろ。文句言うやつなんて見たことないわ。イカの姿焼きがうますぎる。どこの居酒屋もそんな味変わらんし。しょっぱなはないけど、後半戦の定番だと思う揚げ出し豆腐。一人で食えるもんと、みんなで食えるもん頼めばいいじゃねえか。俺はそうしてるよ。上司の好みを把握するのがめんどくさい。部長が酒はダメだの、課長はトマトが嫌いだの。お酒の好みもあるし、知らんわ。飲んでる酒に合うつまみを頼むのは覚えた方がええで。年上の人にそういう時は頼ればええねん。サラダと揚げ物を一品ずつ、あとは焼きうどんとかご飯物を最後の方に入れたい人もいるかもね。お腹満たすのに。息苦しい社会人生活を送ってるやつ多いんだな。基本的に帰りたい。家で一人でつまみ作って飲みたい。結局は食べれないほど頼むやつが最悪ってことでええやん。はぁ、なんというかありがとうございました。別に揚げ出し豆腐大丈夫そうですね。もう嫌味は忘れます。とりあえず、揚げ出し豆腐に罪はないで。厚揚げと揚げ出し豆腐が勘違いされてそうだな。なんじゃい好きだな。この海苔は嫌いじゃないけど。豆腐うまいだろ、ダメじゃないだろ。揚げ出し豆腐食いたくなってきた。揚げ出し豆腐が食べたくなるスレだな。引き続き、生活関連のスレを紹介するよ。マックで注文するの恥ずかしくて、うまく言えなさすぎわろた。引きこもりだろ。普通に言えるだろ。いらっしゃいませ。こちらでお召し上がりですか？あ、テイクあれで。テクあれ？もう持ち帰りで。お持ち帰りですね。ご注文はいかがなさいますか？あ、こちらのメニュー表を。俺がメニューを言えないと思ったのか、店員が指差しできるようにメニューをくれた。テイクあれ、新しいね。携帯ショップの可愛い姉ちゃん相手に、声震えた俺重傷すぎわろた。君のスマイルを持ち帰りで。メイクアップでお願いします。かざすクーポンで。クーポンを使う度胸すらない。コンビニでも可愛い女の子がレジだったら恥ずかしくて何も買えない。おばさんがレジやってる方がスムーズに買い物できる。そっすね。これハンバーグのセットのこれ塗装顕微茶で。ハンバーガー単品でよろしいですか？そっすね、以上でよろしいですか？そっすね、いいです、はい、以上で。やるねー。ポテト S サイズってあだ名つけられてるよ。そもそもマックに入ることすらためらう。社会復帰のいいリハビリになるな。どんだけなん？なんでメニュー表くれたのに、口で伝えようとしたんだよ。お待ちのお客様どうぞ。ゲホ、こちらでお召し上がりですか？はい、いやあれす、違うす。お持ち帰りで。あ、はいてって、ゲホ、アートソっすね、テイクあれで。かしこまりました。
忙しい時間帯にやられたら切れるかも。毎回そんな感じなの？テイクあれは流行る。意識するな。心を無にしろ。頼むからおすすめしないでほしい。断れないからそれにしてしまう。マックの注文の仕方知らないわ。セットとかよくわかんないし、注文のところでまごまごしたくない。全部メモに書き出してそれ渡せ。極度の恥ずかしがり屋さんは俺だけじゃなかったんだな。上がると自分が何言ってるのだかわからなくなる。ここのみんなはスタバは無理だな。マックでこれとか。お前を一人にはさせない。90式洗車とかでドライブスルーやってみたい。洗車ってマイクの位置あたりに窓あるのか？コンビニで店員がゴソゴソやってるとき困るよな。そういえば、コンビニで唐揚げくんとか買いたいときの頼むタイミングが難しい。家でメニューを考えていく俺に隙はない。そっすねとテイクあれ。これは流行る。そっすね。その点、松屋みたいに食券のところはテンパる場面が少なくて助かるわ。でもマックが好きだからついマックに寄ってしまうんだよな。そうだ、一致のためにマックも食券方式にすればいいんじゃね？そうすれば俺も楽になるわ。あらかじめ紙に書いてって渡せばいいんじゃね？でも松屋は帰る時だな。コミュ力高い人たちは、ごちそうさまですとかやるじゃん。あれハードル高くない？一致はもうこのスレ印刷して持ってけよ。この前出張で大阪に行った時マックで客が、お姉ちゃん、ワイはビッグマクドに、マクドシェイクのバニラ。それとマクドフライドお芋さんやで。マクドフライ。マクドシェイクは草？これ見ながら電車乗ってたら、笑いをこらえきれなくてブフとか言ってしまった。スマイルお持ち帰りで。あと松屋は追加注文というかつゆだくとかの注文がな。あのす、すいやせん。いらっしゃいませ。あのす、すいませ。はい、ただいま、お待たせしました。あふ、これつ、つゆつゆだ、え、つゆだくで？あ、そっす、すいません、それで、お願いしゃす。もはやラップじみたものを感じる。あまりにも挙動ってマクドナルドくださいと言った俺の親父。俺の顔見るなりスマイル抜きでっていうのやめろ。スタバに行ったら面白そうだな。俺もテイクあれで。俺もマック注文するときいつもドキドキする。マクドナルドさん2010年からぜひ食券制度を導入してください。俺もマックとかの雰囲気が嫌でずっと行ってないな。いかにもリア充御用達感があってせかされる感じ。愛想のいいマックの女店員は絶対俺に惚れてる。とか思っちゃう。お前ら店員なめんなよ。あいつら裏でヤバい。特に常連客にはあだ名とかつけたりしてバカにしてる。ちなみに俺は家から近くのローソンで、デブ揚げくんってあだ名だったらしい。店内でお召し上がりですか？いや、持っていく。っていうのはどう？増えてしまった。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は新人マック店員になって、バイト初日からやらかした、一致のお話を紹介するよ。モバイルオーダーでテーブル指定のオーダーがあって、客のテーブルにトレイを置こうとした瞬間に、客の頭にマックフルーリーぶちまけた。貧乏回線クソガキ足じゃない。楽しそう。ずっとその時のことフラッシュバックして、もうバックれたい？くさ。アイムラビン。あさってまた出勤なんやが、もうマックのこと考えると払いたくてしゃあない。何はロトンねん。発達書かな？あちらのお客様からですって言っとけ。マックフルーリーがお盆から転落したのか？って震えてトレイ傾いてしまったんや。Y の蓋の締めも甘かったみたいでカップ取れてこぼれた。怒られたんか？初日やからすごい怒りにくそうにしてたけど、あれはさすがにヤバいから、本当に気をつけてって注意された。お前社会から降りろ、足手まといだから。これ以上のミスなんてそうしないやろ、ええ経験になったな。あの時の客です、絶対に許しません。いつかやらかしたということが財産になる日が来る。よくあるやろ客に飲み物こぼすくらい。一生ものの傷つけてるわけでもないし。まだワンアウトやん。強気でいけ。フルリレロー。しゃあない。切り替えていけ。土下座もんやろ。そんなもん。お客さんの反応は？大学生の集団客やったから全然怒られんくて、まあしょうがないみたいな感じで笑って許してくれた。逆にそれが申し訳なさすぎて辛いんや。ブチギレられた方がマシやったわ。昭和世代のジジイなら怒鳴り散らしてたやろな。スリーアウトチェンジや。次は Y のターンやで。平気平気。パチ屋で営業車盗まれた芸人よりマシや。車両車を初日にダメにするくらいの失敗をしてからええ。初日の人がドリンカーやりますかね？おかしいね。ラウンドならんかるけど。あんま客おらんくてさ。せっかくやから今のうちに Y 君がやってなれよ。でフルーリー作るのも運ぶのも Y がやることになったんや。客にはどんな故障したの？半年くらいすれば一致も客も笑い話になるので、もう一回やっとくくらいの気持ちでいけ。そんなもんいくら払ったら許してもらえるんや。フルーリーってぶちまからなくね。スマイル注文しろよ。キレられるからどうなんや？かわいいアシッドアタック止まりや。向こうもかけさせろいうわけにはいかんし。頭にマックフルーリーかけられたら二度とその店行きたくないわ。
ほんま無理や。工場のバイトでもピッキング間違えまくって怒られたから接客来たのに、ワイ何もできんのやろか。ワイは初日からバイトすっぽかしたし平気や。こんな寒いのにフルーリーなんて注文するやついるわけないだろ。頭にかかるとかどんだけ上に持っているねん。フルーリーめちゃくちゃ小さくなったよな。怖がらんで、少しずつ勇気出してみや。マックフルーリーって蓋ついてるからこぼれないだろ。しかもアイスだし。マクドナルドってバイトと面接してない？店の席使って目標面談みたいなのやってるの見たことあるわ。続けられたなら笑い話になる。あのクソガキお前か？あの場では笑っとったけど許さんからな。弱や。考えれば今後それ以上のやらかしなんてそうそうないし無敵やろ。簡単にクビにできんから店はお前が辞めるって言い出してくれるの待ってるで。ええなぁ楽しそうで。もう人生飽きたわ。相手が優しい客でよかったな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。3日で辞めたバイトでやらかしたこと。弁当詰めるだけのバイト。弁当を落とす、詰め方を間違う、蓋にゴムをし忘れる。遅刻、何度言われても覚えられない。次の指示を記憶できない。自分で使った食器は自分で洗え、と言われるもそれがどれなのかわからない。エプロンの付け方がわからない。キュウリが切れずにもういいと言われる。マニュアルをなくす。ババアしかおらん。いくつ？社会に出ちゃいけない子だ。悲しい。何やってもダメ。仕事覚えられないとか、慣れるまでは失敗するとかは理解可能。ただ、遅刻は 1000% 一致のせいやしな。悲しんでる場合やないで。学校は毎日遅刻してたし、もうなんか開き直ってる節はあるわ。くたばれかすとも。二度と行くかあんな店。二度と行かん。クビになっただけじゃん。もう辞めたいって言ったら、後日退職届を渡されて円満に終わった。なんで辞めるの？とか聞かれなかったし。それ円満じゃなくて見放されてるだけやで。ババアしかおらんのは草。これは巧妙な一致サンドバッグスレ。弁当屋みたいな忙しいところ選ぶなよ。何をやってもダメってより何もやれてないんじゃないの。それで就職先はどんなとこに決まったん？なんか弁当を詰めてる時に、次はあれをしてね。とか言われてもその指示を記憶できないんや。で、その指示を覚えようとしてたら手が止まってしまう。どうすればいいんや。手を止める方がマシや。ああ言えばこういうになるけど、それでも作業してるうちに忘れるんや。他ではうまくやれとるの？やれてない。それもう発達障害じゃないの？検査してお薬もらおうか。小さい頃に ADHD って言われた。最近病院には行ってないんだが。お医者行ってお薬飲め。気にするな。社会に出たら3人に1人はそんな感じや。ま、遅刻するのを改善しようとしない時点で社会に関わらせたくない。キュウリが切れないって意味わからんのやが。生活保護するしかなくね。すまんけど笑った。3日ではまだわからんやろ。別の機材を運ぶバイトでもさ、1階に降りるところを2階で降りる。何も考えずにエレベーターに再び乗る。エレベーターのボタンを押してないため2階で開くが、気づかず降りようとして怒られる。こんなミスばっかや。自分のダメだった点を箇条書きできてるだけですごいで。普通は書き出せんからな。客としていくんや。諦めて生ポーケロ。諦め早すぎ。よく面接受かったな。塩らしくしてて緊張してるんやろな。からのいやいや本当に使えないやつやんけやろな。今は実家暮らしだけど自立するようになったら生ポしかねえのか。こんなのが社会人になれるんか。こういうやつってなんでバカの一つ覚えみたく生ポ言うんだろうな。まずは親にはい働きたくないし養ってね。っていうのが先やで。初バイトなんかそんなもんや。Y の初バイトは定時が来たら誰にも言わず速攻で帰ってたら注意されたで。それと朝起きれない。バイト始まる前に朝起きる練習を2週間くらいかけてしたが、8時にすら起きれなかった。アラームセットしてるの22時間とか寝てる。どうすればいいんや。コンサータってやつのめばええんやないか。Y発達やないから全然詳しくないんやが。飲んでたけどまた精神科に通うべきかもな。飲んでも治らないことってあるんやね。まあ気楽に行けや、最悪生活保護の受け皿があるし。ワイも飲食は絶対無理や。向いてるの探そうや。お前もうやめろ。まあ怠惰なのを病気のせいにしてるだけよね。どうなんだろう。自分でもよくわからないけど、病気のせいなら少しは救われる。でもギリギリ健常者かもしれん。結構社会に出ちゃいけないやついるよな。ワイと似てるな。ちな今はニートや。ワイもそうなる未来が見える。発達症。違うバイトでも苦労しそうやな。一致は何も悪くない。大体緊張したら何も覚えられんよな。小学生ですけど質問ありますか。はぁ、あ、人間やめたい。そんな時もあるよ。でも時間が経てばうまくいくよ。そう願おう。自分で使った食器が気になる。なんでわからんのや。収納するとこがわからんとか。いや、自分で使った食器がどれなのか覚えてないんだよ。それは食べてから洗うまでのタイムラグがあるってこと？弁当に詰める食べ物が食器？というかボウルとかタッパーに入れてあって。
弁当を詰め終わった後にそれを洗えってことなんだけど、それがどれかわからなくなった。何歳なん？ 18。 それはしゃあない、気にする年齢でもないわ。一生こうかもしれん。あれこれやる仕事すんな。単純作業なら得意やろ。メモ取れよ。頑張ってみる。社会に出てはいけないタイプ。まあ向いてないところ一日でバックれるわ。時間の無駄やしな。ADHD は誰でもできる仕事ができないけど、好きなことについては才能はあるから、なんか趣味を活かせる仕事があればいいな。辞めたってか辞めさせられた。ちなみに一致は今職ある？派遣バイト？みたいなとこに登録した。ここ1ヶ月ちょいで3日しか仕事来なかったけどな。ようやっとる。単純作業の仕事の方がいいんじゃね？複雑な作業で大変な思いするよりそれで稼げるならいいかもしれない。Y はファミレスバイトで金属片混入2回やらかしたけど首ならんかったわ。パソコン組み立てのバイト、立ちっぱで作業する意味がわからなくて15分でトイレ行ってきますからのバックレた。品出しならできるやろ、いや厳しいかこれやと。接客あるやん。いいね。頑張って生きてそう。これだけは確実に言える。飲食はやめとけ。都内ならウーバーやろうや。田舎。そして数年間過ごした学校で迷うレベルの方向音痴。悲しくなった。検査してもらった？ ADHD。一致、頑張れよ。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。工場の派遣社員だけど黙ってトイレに行くなって同じ派遣社員に怒られた。俺がいけないの？一致が悪い。顔も態度も。発達っぽいな。一緒にトイレに行きたいんだろう。女に怒られた。お前だろ。いちいち誰かに声かけてからトイレ行くのめんどくせえよ。消防でもトイレ行っていいですかって言えるぞ。共同作業で何も言わずに離席されたらそりゃ困るわ。雇用形態は関係ない。どんな工場かは知らないけどおそらく相手が正しい。休憩中なら話は別だけど。一言言えばいいじゃない。そりゃそうだろ。そんなだから派遣なんだよ。急に奴隷が一人減ってたらあいつどこ行った？ってなるだろが。さっきいなかったよね。と、トイレ行ってました。トイレ行くのはいいけど誰かに一言声かけてから行って、みんな探すから。すいません。怒ってすらなくて笑った。お前がヤバいやつなだけじゃん。両弁願います。ってちゃんと言えた子。怒られてへこんでる。もうやめたい。声くらいかけろよ。いちいちそんなこと報告するならさっと言ってさっと戻ってこいと思う。バカすぎ笑った。次から気をつければいいだけじゃねえか。気をつけるとかじゃなくて、次からちゃんと言え、中年。そんなんでやめんなよ。わざわざ言われなくても普通の人間なら一声かけてから行くけどな。今まで声かけてトイレ行ったことないよ。前の職場でも。多分時間がトイレにしちゃ長かったからだろうけど、みんな探すってどんな仕事なんだ。俺の持ち場の機械で、ずっとアラーム鳴りっぱなし。そして俺不在。LINE か？ LINE 外をバニャならんようなとこならなおさらじゃねえか。LINE ではないけど、他の工程と連動はしてるか。それでもアラームの切り方もわからず、鳴らさないようにしてから行くこともできないにわかのうちから、無断長時間トイレ行くとは大したやつだな。場所によるよそうや。普段からサボりを疑われるやつのトイレがまたいつものように長い。周りはすでにトイレ自体信用してない。流れ作業の人とかトイレ行ったらすごい怒られるの？何一つ頭使う要素ないのに。トイレ行ってきます。の一言だけでいいのに。正社員歴13年あるんだよこっちは。13年間何を学んできたんだ。普通に業務日照で出て笑った。自分以外の従業員が近くにいなくて、普段ほぼアラームならないような持ち場なら気持ちはわからんでもない。先生、トイレ。やーい女に言われてやんの。だっせ。13年ってことは30くらいかそれ以上か。日中戦争は一人の兵隊が黙ってトイレに行ったことから始まった。冗談のような無能。派遣だからやる気ない。適当。俺は前の職場ではみんな自由にトイレ行ってた。お前大手の最終面接どうなったんだよ。結果待ち。手応えあり。俺、射出整形の部署の管理者やれっていきなり言われてもできるくらいの、経験と能力持ってるからな。リクルートエージェントなんてサービスエンジニアとか営業紹介してくるけど、そんなんやりたくねえんだよ。営業と事務はきついしストレスでデブになるぞ。だよな。絶対やりたくない。技能職探してるわ。派遣先では控えめのおとなしいボーイを演じてるよ。なぜならやる気ないから。経歴と資格は持ってるのに長続きせず、派遣しか仕事が見つけられない。機械のブザー鳴らしてしまうレベル。あ、派遣でもみんな一生懸命メモ取って仕事してんだな。俺なんかすぐ覚えられるからメモ取るふりしてるけど。普通そうだろ。年間休日は120以上欲しい？知ってる。20代でも39歳以下でも職歴あればすぐ面接即採用とかザラだぞ。そんなん派遣じゃなくても言われるわ。工場の派遣なんて鼻くそほじりながらやってりゃいいと思ったよ。ちょっとまた今夜も夜勤だからシャワー浴びて準備してくる。それまで待ってて。俺たちは何もできんけど頑張ってな。
お前より悲惨な人とかも多いぞ。30代40代で職歴あり無職もいるしな。トイレなのかバックレなのかわからんからな。トイレくらいはちゃんと言おうな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y29 歳職歴なし無職。人生初の面接を受けて奇跡感。大手子会社の一般事務やけど手応えはあった。受かったら最初は手取り18万スタートや。えらい。まだわからんからな。ドキドキする。男で事務て。職歴なしで事務になれるんか？受かってるとええな。ようやっとる。事務とか営業ってスキルアップするんか？事務は3年くらいの事務経験ありになれば年収300万くらいにはなる。そもそも事務が何してる人なのかよく知らんかったわ。一致の最終学歴はどこや？高卒。何しとったん？寝てた？バイトとかはしとったん？してない。そうか。そっからやるのは大変よな。頑張ってや。この年で職歴なしでも事務職狙えるんやから、マンはイージーよな。男やで。自力じゃ仕事取れないかすに仕事恵んでやってる立場なんだが。ありがとうございます。一般事務って何するんや？ Google スプレッドシートとかにデータ打ち込む。会社なのにスプレッドシートって零細企業か？なんで急に働く気になったん？親が定年だから。空白期間あるのになんで呼ばれたん？資格か？お疲れ。Y も同じスペックで26の頃就職したけど、それまで何してたかっていうとひたすら家でぼーっとしてたんだよな。時の流れは一瞬や。ちゃんと仕事できてるんか？脳体化してそうやけど。ほんまに偉い。事務で男の中途って普通取らないと思うが。経験者なら即戦力欲しければ取るやろ？未経験者は知らん。ええやん、金よこせや。で、ワイらになんか贈り物とかないの？落ちたら仙台駅で木刀振り回してそうやな。マジで年単位でニートしてたら後遺症レベルで頭悪くなる。ワイはなった。職歴なしならまだしも面接すら29歳で初とか。意味わからんどんな人生だよ。男で事務は普通、年いってからするようなもんやろ。29歳職歴なしで事務の仕事できるならええやん。落ちるやろうけど。書類通ったことがすごい。どこから応募したの？事務というか内勤って無能コミュ障が一番苦しむ職場なのに、ニートは楽そうだからって目指そうとするよな。おとなしく工場行っとけよマジで。いや、全く喋らない職場は苦痛や。Y一般事務転職しようとするも何ができるかわからない。すまんが男は採用せんで。職歴なしってどうなったらそうなるん？大学中退か？働く気があるのはええな。まあ男は不採用やろな。底辺御用達の食品、工場、介護、警備でも目指しとけや。まあ手取り18万くらいなら誰でも受かる可能性あるやろ。その金額ってさ、無能でも雇いますって金額だし。地方20代ならこんなもんやわ。遊んで過ごしてたん？いや、睡眠リズムが整わなかった。やる気あってアクション起こし続ける限りは、経歴がどうであろうとなんとかなるし頑張れよ。一致が採用されるといいな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。リモートワークでサボったことバレた。資料作って提出したらこの資料途中だろ？って言われた。ただの無能じゃねえか。仕事したくないんだもん。サボり方まで無能かよ。ああ、保存してなかった。で、すでにそんなの使ってるわ。え、有能なサボり方とかあるのかよ？教えて。やること終わらせてからサボる。ただの有能かよ。え、サボるときって普通やること終わらせてからだよね。誠にごめんなさいって謝れば許してくれるよ。自分が本気出せば終わる時間の5倍かかるって常に言っとけば、5倍サボれるし実質年収5倍。俺のテクニックパクるなよ。出さなきゃダメなのね、かわいそう。終わらせたつもりだったんだよ。8割くらい終わってるのか5割くらい終わってるのかでまた違う。事実上の発展場。まあ5から6割かな。控えめに言ってゴミじゃん。それ上司に言ってみ。クラウドワークスとかランサーズで偉い。ダメじゃん。30分くらいでラチャチャっとやって、でけた？と思ったらダメだった。言い訳して指摘された件についても追加で作ります。って言ったけどやりたくない。単純に仕事ができないだけでは？サボらなきゃできてたみたいに言うなよ。まあ何もやってないよりはマシ。何がテレワークはサボれるだよ。12時まで寝てたし1時間分くらいかな、終わらんよ。8時間分の自撮りの作業動画流してればいいんじゃね。この前教授に聞かれた。大人数で配信するいいアイディアない？って、結構音声途切れたりして面倒らしい。スマホで YouTube 見てるとき、よく流しっぱで Teams 出ちゃうがいたんか？監視とかないけどちゃんと成果物出さないといけない。いやいやいや、こんなん、できたと思うやろ。てかテレワークなら時間なんてどれだけかかったか向こうにはわからんじゃん。サボりまくりやで。苦労して作りました感は出したのに。それリモートワークだから伝わってないよきっと。向いてないんだね多分。ずっと繋いでたら接続先 PC が動作不良しやすくなるってのが知らなかったからかな。やりきってもすぐにバレないから、新しい仕事もらわないのがいいところなのに。そもそも仕事しないのはただのバカ。
モサはやることやって後の時間サボる。やることやったつもりだったんだよ。あるだろ。完成した後にサボるという発想はないのか。お前だけやん。お前らうまくやりすぎだろ。でも最近は全然やる気起きない。今日は23時頃やめた。全然進まない。とりあえず終わらせとけよ。いつまでも昔のやり方にこだわる老害のせい。これでも会社が回るなら問題ない。うちは社員の PC 画面録画残るらしいけど、そっちは会社のパソコンだけど。そんなことされてるの？バレるの？クビにならんの？こういうの減給処分くらいだろ。おとなしく FF してればいいものを。残念ながらテレワークは和製英語じゃなくて正しい英語なんよね。だから日本人は楽にしっくりこないなんて可能性もある。仕事はきちんとやれよ。終わったらサボっていいけど。さっさと終わらせてサボるもんだろ。やらないのはただのバカ。だから、やったつもりだったんだよ。そしたら指摘されただけで。お前らみたいにうまくやれたらな。やれたらな、じゃなくてやるんだよ。お前、テレワーク向いてないんじゃない？リモートでサボるならやることを午前中に終わらせて午後サボればいい。夏休みと同じ。テレワークってなった時は楽できるって思ったのにな。こんなん聞いてないよ。減給されるんじゃね？減給は困るな。今でもそんなに高いわけじゃないし。サボるからだろ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はピザの宅配中にトッピングを食べてしまい、クビになってしまった無能配達員のイッチの話を紹介するよ。ピザ屋で配達のバイトをしてたんだけど、5日目でクビになった俺、涙目。アホやな。くさ。5日目でクビって発達？配達中に迷子になったんやろな。迷子にはなってない。配達中にマックによって、冷めたって、逆にクレーム入れられたことはあるけどな。配達中にマック夜配達員とか、初めて聞いたわ。イッチの無能さが伝わってくる。クビになって当然やな。え、マック夜のダメなの？ピザっていい匂いがするだろ？運んでたらちょっと小腹が空いたんだよ。業務中。くさ。我慢しろよ。しかもちょうどハッピーセットで、俺が欲しいおまけがついててさ、今手に入れないとなくなるかもと思って、ついつい入ったんだよ。でも10分くらいで出たからな。ピザのバイクとかって店によっては GPS 表示されるよな。あるある。あれでマックに止まってたら草。クビになった自分がおかしいって自覚ある？バイクだと GPS が、トラッカーに表示されるが、俺はチャリだから表示されん。チャリだとバイクより時間がかかるのに、さらにマックによるとか。このイッチはピザ屋だけじゃなく、どこに行っても無理だろうな。バイトの面接で、こういう無能を雇わない見分け方とかないの？ないからこういうのが、雇われてクビになるんだろ。ピザ屋とかのバイトを、どうやれば5日でクビになれるか不思議だよな。俺の職場に来たら、俺がストレスでどうかなりそう。こういうのって、スレで見てると笑えるんだけど、実際に自分の部下なら耐えられる自信がない。でクビになったのはいつ？昨日、配達中のマックが原因。今までやらかしまくってたのを、改善する気がなかったとかじゃん。それにしてもマックは草。配達がダメとか、他に回しても使えなさそう。もう工場とかライン作業に行くしかないな。工場に来られても迷惑なんだが。で、何したんだよ？もったいぶんなよ。どうせ大したことない内容なんだろ。配達中にピザ落としたとか。食べた。ま？嘘だろ。さ。釣りおつ。ピザのトッピングを、何度か食べたことがあったんだ。食べたって言っても、味見程度だぞ。そしたらなんか昨日呼び出されて、クビ宣言された。ああ、今日から2とか。何しようかな。ピザのトッピングを食べたって、どういう状況か説明しろよ。持っていく前に味見したってこと？トッピングの味見って言っても、まだ2回しかしてないんだけどな。昨日と、あとはバイト3日目くらいだったかな。たまたま運んでたピザが俺の好きな味でさ。特にトッピングが好きだったんだよ。それで1回目は、ちょっと寄った公園でトッピングを少々。そん時はバレなかったから、何も言われなかったんだよ。ピザってシールみたいなのついてるよな。その客は気づかなかったってことか。トッピングを食べられてどうのより、他人にこっそり触られたピザを食べるとか無理。基地なんだろうな。外事は出てくるなよ。家にこもってろ。イッチの思考の1ミリも理解できん。お腹空いたからって、吉宮の店員がお前の牛丼の肉をつまんでたらどうだ？気持ち悪いだろ？考えろよ。それが考えられないから外事なんだろ。考えただけで気色悪い。ピザやってクレーム入れると、次回半額とか返金対応とかあるよな。返金だけじゃなくて慰謝料も欲しいレベル。配達員がトッピング食べるとか、しばらくピザの注文するのやめよ。イッチはどこ住み？そこの近くのピザ屋やファーストフードは、近寄らないようにするわ。で、2回目は？2回目はマンションのエレベーターに乗ってたら、急にピザを食べたくなって。ちょっとだけ蓋を開いて、トッピングをいくつか味見。それでまた蓋をきれいに閉じて、普通に届けてきた。そしたら後からお客からクレームが入ったんだよ。
トッピングが少ないとか、まばらだとか、シールが開いた跡があるとかなんとか、それで配達したのが誰だってことになって、俺が配達したのがバレて首。そういえばマックの件は、まだバレてないから、これでは首になってないわ。マックの件はバレてないのか。くさ。マジでないわ。シールついてるの取ったら、普通バレるって思わないか？綺麗にシールを元通りにしておいたし、バレないと思ったんだけどな。バレるに決まってんだろ。一人目の客がバカだっただけだよ。それでバレないと思ってるのか。くさ。最初、店長から呼び出された時は、俺、知りません。ちゃんと届けました。ってしらばっくれてみたんだよ。でもエレベーターに、監視カメラがあるから、見ればわかるとかなんとか言われて、嘘が後からバレたらまずいと思ってさ、すみません。美味しそうで食べました。ってちゃんと白状したのに、速攻で首にされたわ。謝ったんだから一度くらい許してくれてもいいのにな。許されるわけないだろ。常識がないバカはこれだから。家から出てくるな。初めてのバイト？年齢は？30代で実家暮らしのニート。バイトは5年ぶりくらい。ニートか。ああ。くさ。5年前は居酒屋で働こうとしたんだけど、メニューが全然覚えられなくてさ、あちこちうろうろしてるだけで、客にも同僚にも邪魔だって言われて、あの時も1週間くらいでクビになった。あんなにたくさんあったら、覚えられるわけないだろ。それですっかりやる気をなくして、ずっと家でニートしてたんだ。救えないバカだな。ちゃんと働けよ。工場とかいろいろあるだろ。介護とかどう？スマホのアプリでさ、課金が必要なのがあるんだけど、親が金を出してくれないんだよな。だから仕方なく5年ぶりにバイトしたのに、なんなんだよ、またニートに戻るしかないかな。このクズ反省してないな。店から賠償金とかなかったの？金取られるかってビビったんだけど、早くやめてくれって、それだけだった。自転車こいで配達するだけで、これなら俺でもできるって思ったのにな。道草したりつまみ食いしたりしてんだから、まともに働けてないだろ。くさ。っていうかなんで自転車なの？ピザ屋ならバイクもあるだろ。乗れないんだよ。くさ。聞かなくてもわかることを。自転車乗れるなら、ウーバーやったらいいんちゃう？ウーバーでもつまみ食いするだろ。やっぱ工場か介護やな。おっさんバイトとかマジで無理。40代無職ニートの俺、高みの見物。お前は働け。親が高齢になってきたからな。そろそろ働こうとは思ってるよ。って言い出してもう10年だろ。一気はもう生ポしかないな。こんなんが生ポとか。で、これからどうする気？クビになって完全にやる気なくなったし、またニートかな。どうせまたどこかで働いても、すぐにクビになるんだしさ。ここでレスしてる暇があったら、仕事でも探してこいよ。親には出てけとか言われんの？最初は働けとかいろいろ言われてたけど、最近ちょっと諦めてる感すらある。ご飯作ったりとかはするの？飯は作れん。親がいなくなったら生ポしかないな。エレベーターで誰ともすれ違わなかったんだな。配達員がピザ食べてるのに遭遇したら笑うわ。人のピザなら笑えるけど、自分のなら笑えない。こんな釣りにマジレッスンなよ。ここまでの外人いるわけないだろ。嘘であってほしい。嘘じゃないって。マジで昨日クビになってきた。何のピザ？チキテリ。もう俺はチキテリを二度と頼まん。あれ美味しいよな。食べないけど。鶏肉を何枚か食べたんだよな。あれ前から好きなんだよ。親にピザ食べたいって言っても、高いからダメだって言うしさ。ピザ本体を食べたわけじゃなくて、トッピングだけなのにな。トッピングだけなのにな。もう頼むから働かないでくれ。イッチみたいなのを見ていると、生ポも仕方ないかなと思うわ。わかる。これが外に出てくるよりはマシよな。前にトッピングが、かなり偏ってたことがあったんだが、まさか、な。俺のピザ返せ。俺の彼女返せ。ああ、働くのめんどくさいな。バイトの子が可愛かったし、今度こそ続けられるって思ったんだけどな。と大事が言っております。まず鏡を見ろよ。さ。工場系の仕事とかはやろうと思わんの？肉体労働はしたくないんや。ライン系とかなら良くない？自転車しか乗れないからさ。家の近くにそんなに働く場所がない。くさ。まず免許からだな。この一致に免許が取れると思うか？筆記でも実技でも引っかかりそう。乗らなくていいよ。迷惑だから。だから釣りにマジレスするなって。こういうのが来ると足手まといなんだよな。お客さんかなりブチギレだったろうね。大した失敗やないやろ。会社倒産させるくらいのミスじゃないとな。まあいつか笑い話になるって。知らんけど。アホやけど人生楽しそうで羨ましい。職場であだ名とかつけられてそうだな。もう出てくんなよ。で、イッチはどんな仕事ならやるの？楽でクビにならない仕事。はい、解散。くさ。資格とかは何か持ってんの？何もない。免許もないし。中卒？高卒？大卒？F ランだけど大卒。大学行く意味なかったな。親がかわいそす。食品工場に来いよ。交通手段がないんじゃな。免許すら取れんの？
一回病院で診断受けたら？手帳取って作業所にでも行ったらどう？そうなんか？割と普通だと思って生きてきたんだが。さ。自分で認識していないバカが一番嫌い。周りに迷惑かけて生きてるって自覚ある？ないだろ。もうずっとニートだな。Y よりひどい奴がいて安心したわ。30代ニートの Y も、免許くらいは持ってるぞ。なお車は持ってない。免許だけじゃ意味ないだろ。田舎でチャリだと、働ける場所も限られるよな。今からでも資格を取れよ。警備員は？そういうことかどう？どこ行っても周りに迷惑かけるだけやろ。夜型？昼型？どっちでもない。スマホ触りながら夜中起きてる時もある。その日の気分次第。自宅警備してればいいよ。家にいれば外には迷惑かかんないしいいんじゃない？一致は外に出ない方がいいかもな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。工場に派遣されて初日勤務を得てきたけどさ。仕事覚えられないから辞めようと思う。意見ください。工場難しすぎる。一日でなんて無理なの当たり前よ。工場はやめとけ。初日で覚えられるわけねえだろ。教えてくれた人が、何言ってるのかわからなかったんだ。俺が仕事できるようになるビジョンが浮かばない。俺も工場やけどきついよな。車なら一緒だけど。屋根癖ついてニートになるだけ。アホですから僕でもわかるマニュアル作ってくださいって言えよ。仕事が遅いのはまあ仕方ないだろうけど、言われたことできないのは致命的じゃね。俺病気なんじゃないか不安になってきた。どっちかというと遅い方が致命的。早いやつは最初間違えててもすぐ覚えるし、覚えた後は大きな戦力となる。遅いやつが早くならないし早くするとミスが増える。お前は優秀な人間じゃないから覚えが悪くて当然。うぬぼれるな。すぐ辞めるなら最初から来んな。多能効果だもんな。ゴールが見えんとこが多いよ。なんで工場なんてわざわざ大変なとこ行くの？わかんないポイントは遠慮なく聞いとけ。緊張して頭がこんがらがったとか言い訳しとけばオケ。前職工場だったから行けると思ったんだ。まあそこも仕事覚えるのに2年かかったけど。一般人が1年かけて覚える仕事を、2年ってこと。働くことを諦めろ。前が2年かかって覚えたのに、なんで次は1日で行けると思っちゃったの？工場は異常だぞ。やめといた方がいい。気にしないで行けばいい。工場は確かに異常にきついが、そういうお前らは何の仕事してんのよ？無職だが。前職はバリバリ機械扱う工場だったから、覚えるの遅くてもしょうがないわって割り切れたけど。今回の工場は手作業だったし。基本的には、初日の人間に理解できないことを言う奴が悪いんだぞ。その指導者は多分相当頭悪い。何の工場？お肉の工場だよ。肉切るのができなかったわ。食品系か。俺は家電とか自動車部品系ばっかだったからな。食品は覚えること多いんだな。お薬もらいに行けよ。工場は、他の仕事に比べや覚えることが少ないかもしれないが、それでも相応に覚えることはあるからな。次はそのゲームショップも1日で辞めることになる。まだ初日だろ？1週間くらいはみんなも多めに見てくれるだろうから、試しに残ってみろよ。働いたら負けだってなんでわからないかな。すぐ辞めると癖がついてクソどうでもいいことが理由で、気軽に辞めるようになって人生積む。食品工場は合わないがかなり大きいから仕方ない。工業系の工場行け。すぐ慣れるぞ。いい仕事教えてやるよ。施設警備。スキルも何もないから成長もしないけどな。ショップ店員無理だったら応募してみるわ。サンクス。習得に年単位かかるのなんて、技術職で派遣使うわけない。派遣入れるようなのは早ければ即日で、長くても1から2週間で覚えられるような仕事だ。だよな。根本的に向いてないんだということにしておく。初日から未経験のことで、俺仕事できてるなんて思うやつはかなり少ないだろ。単純な手作業でも慣れでかなり変わるし。肉すら切れないなんて。この工程は普通なら何日で覚えられますか？って聞いてそれ目安にするといいよ。でも工場慣れてるとか、専門学校出てる人たちは、その工程の仕組みはわかっているから。全く経験や知識がない人たちが、ゼロから覚える難易度とは違うんだよな。工場で肉切るって、足ブロックから部位ごとに切り分けるみたいなやつ？学習障害？人間関係劣悪ならまだ用語の仕様があったけどダメだこれは。ゲームのとこも即やめちゃうんだろうな。そう思うこと自体がお前のスペックの低さを表してる。工場ごときでそう思うなら、お前のスペックは本当に最低限に近いものなのだろう。辛い思いをする前にやめた方がいいかもな。派遣で何言ってんの？部品なんだから組み込まれろよ。食品系の工場は過酷らしいな。派遣なんだし無理だと思うならやめとけばいい。次の仕事来るかは知らんけど。もうやめる決意は固まったね。派遣会社に仕事紹介はしてもらえんだろうな。ウーバーやろうぜ簡単だぞ。俺は接客っていうか人と喋るのができんから、むしろ工場くらいしか居場所がないわ。
前コンビニでバイトしてたけど、俺は接客の方が100倍楽だわ。やっぱり向き不向きってあるよな。なんで前は覚えるまで2年耐えたのに、今度は1日で諦めるのか。そもそも2年とかいうのも嘘やろな。2年はガチ。前の工場は俺が来るまでおじさんが一人でやってたからさ、他に比較対象がいなかったから、多めに見てもらえてたと思う。俺もそこまで無能だって自覚しなかったしな。お前が行くべきは工場じゃなくて心療内科。今度行ってみるわ。なんか病気かもわからんし。3年だ。3年は我慢しろ。これよく言われるけど3年なんて無理ぽ。コンビニのオペレーション、全部こなせてたならそんな無能でもないだろ。地味に覚えること多いし。まあやめるんだけどさ、ああ怖いよー。なんて分送ろうかな。お前らも一緒に考えてくれよ。そんなストレス感じるくらいなら、3ヶ月は頑張ってみるからくらいしか思いつかないわ。向いてないからやめますでいいだろ。向こうも初日でやめるのとか飛ぶのなんて、しょっちゅうだから想定ない。ちゃんと伝えるだけでもこいつは正直だなって思うし。このすれたい通りの内容で、仕事内容覚えれなくて迷惑かけると思うから、やめたいとかでいいと思う。ちゃんと話してやめる意思があるだけマシだとは思う。ちゃんと連絡入れとかないと、最悪警察呼ばれて捜索とかもあるらしいからな。俺は経験したことないけどさ。一人派遣する予定ができなくなると、派遣元が迷惑かかるけどな。多分連絡が遅いと怒られる。まあ無能な上にクズっぽい性格だし、そんな他人の迷惑は気にはしないだろうからどうでもいいけど。頑張ってくれ。向き不向きもあるよな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。黙々と仕事するわい。どこのバイトに行っても嫌われる。わいはずっとニートしてた味噌汁男なんやが。バイト始めても最初の1週間くらいはみんな優しいんやが、だんだんと嫌われだしていじめられたり無視されるわ。わいが雑談とか苦手なせいやと思う。最初は仕事が遅いとか、覚えが悪いのもあるかなって思ったんやけど。この前は、学生時代にやってて自分が得意だったレジのバイトやった。最初は仕事覚えるの早いねってチヤホヤされてたが、ワイがおとなしいクソ陰キャコミュ障やってわかると、途端に聞こえる距離で陰口とかやられだしたわ。喋りうまくてもおっさんってだけで嫌われるぞ。どうもはじめまして。なんか社会で働いてるやつって陽キャ臭いやつばっかやない？みんなすごすぎるわ。ワイは無表情で、ロボットみたいに黙々と働くことしかできん。冗談とか言われても返せないわ。無口は別に嫌われない。大衆や口臭が臭い。くちゃらー。たまに喋ればネガティブとかじゃない？毎日風呂入って歯を2回磨いてるし、そもそも今はマスク生活やろ？食事もしないし、会話も自分からしない。普通に全然喋らんくらいやつってだけでも嫌われるぞ。一致の職場が体育会系ってだけやろ？これ多分周りが悪いんじゃないのよな。Y が悪いんよな。Y みたいな引きニートが来る場所じゃないんやな社会って、少しでも働いて親孝行したかったんや。そうや一致が悪いんやで。陰キャって言っても会話のキャッチボールくらいできるやろ？そんなに嫌われるか？それすら下手なんや。オチ言われてもアホみたいなリアクションしかできん。他人に無関心すぎてくさ。興味なくてもちょっとは話聞くスタンス取ったれや。仕事とか関係ないやろ？その見た目やで。見た目は褒められる。最初店長とかフロアマネージャーにもイケメンって言われた。やから余計に幻滅されるんやない？なんかできそうなやつだと思ったら、クソ発達障害やろうって分かって。多少元気じゃなくても、自分から挨拶すれば態度で嫌われることはない。それでも嫌われるなら仕事が壊滅的にできないか、見た目や仕草が不快か。挨拶とか声の大きさは褒められる。やから最初の1週間くらいはうまくいく。そこからがダメなんや。なんか周りにとって不快な存在なんだろうな。お参りすんの忘れてた。そのクソ高いプライドどうにかすれば？発達障害ちゃう？ Y 診断済み ASD やけど同じ感じや。言い忘れてたけど Y も ASD なんよ。ADHD もあるけど ASD 要素強めや。やから表情も硬いし自分の話も全然せん。底辺職だとゴミも多いけど、そうでないなら無口なだけで嫌われない。受け答えが相手に不快感を与えてるんやろ。まあ底辺といえばそうかも。経歴スカスカの30過ぎが受かるバイトやぞ。ASD で働いてる人おる？どうしてる？処世術を知りたいわ。喋れんやつより仕事遅いやつのが嫌やわ。こっちまで手伝いで帰るの遅くなるし。何？ニートに戻れる言い訳探してるの？戻りたくないんよ。今も地獄屋がニートも辛かったわ。そういうことか。黙々と作業する場所の方が向いてそう。今まで続いたことあるバイトは、一人作業の時間が長いバイトやったな。逆に二人以上で同じ場所にずっといて、作業するとかすぐやめてたわ。誰かと一緒にいるのが苦痛すぎて。相手もそうやろうけど。派遣行きな余裕。周りと喋らなかったら、自分がどう思われてるかわからないから、不安が先立って、嫌われてるんじゃないかと錯覚しがちになる。プライドが邪魔して、アドバイスに対してまずステイから入るところ。笑顔ってか愛想笑いしとけええんちゃう？
イケメンなら話つまんなくても、なんとなく相槌打ってニコニコしてたら、嫌われんと思うが。場所にもよるやろ。飲食とかやと陽キャ多いから辛いと思う。工場とかやとコミュ障いっぱいおるで。今いるところは都会のスーパーやな。ワイもイッチみたいなタイプやけど、嫌われたことないわ。多分自覚ないだけで他に要因あると思うで。ワイに嫌われる要因もありそうやが、それ君に好かれる要因もありそうやな。なんか体がでかくてクマみたいで可愛いとか。年齢はあるかもね。今の職場は新卒で入ったから、そういう人間って周りもわかってるし。バイト先に無意識に若いところ選びがちな感じするけど、普通聞こえるように陰口なんか叩かんし、適当な話してるのを自分の陰口言うてると思っとる ADHD な気がするな。ADHD とかじゃなくて、単なる妄想癖だぞ。糖質と間違えてたわ。なんか常に自分を被害者やと思っとるところがそれっぽいと思ったんや。 ASD ならどうしようもない。この社会で普通の人として生きていくの無理だ。 ASD の辛さって話してもなかなか分かってもらえんわ。そもそもコミュ障が嫌われやすいのって無理ないよな。他のみんなは仲良く喋ってるわけやし。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はバカッターを真似して、人生終了した一致の話を紹介するよ。バイト先の居酒屋をクビになった。納得いかんのだが。何したんだよ。納得いかん？お前が無能だからクビになったんだろう。でもスマホまで没収されて、画像まで消されたんだぞ。クビまではわかるが、画像消去はおかしい。隠し撮りでもしたのか？うぷ。消されたからうぷできん。ああ、せっかく撮った写真だったのにな。もったいぶってんじゃねえよ。早く何を撮ったか書けよ。会社の秘伝のタレのレシピを取ったとか。バイトにそんなん教えんだろ。明日から俺もニートか。お前らの仲間入りだな。仲間入り？帰ってきただけだろ。お帰り。意味不、なんか親にまで連絡がいった。大学生なのに親とかなくない？バイトをクビになっただけでもへこんだのに、なんで親にまで連絡するんだよ。親父がめっちゃ怒ってるんだが。さ、盗撮したんだろ。早く白状しろよ。盗撮とかしてない。じゃあなんでスマホの画像を消されたんだよ。で、何したの？犯罪者さん。大したことしてない。これからするつもりだったんだよ。でかい男になる予定だったのにな。だからもったいぶんなって。ちょっと待って、親から伝達があった。イッチが何しでかしたのか予想しようぜ。どうせ盗撮だろ。可愛い子なら羨ましいな。可愛い子なら捕まっても本望だわ。おい、イッチ、なんで親はあんなに怒ってんだか。ドキュンなのか。で、ウプは？ウプできんって。画像は全部消された。なんか最近ツイッターでバズってるやつがあってさ、ちょっとそれを俺も真似したいなって思ったんだよ。通知が止まらねえとか、お前有名人じゃんみたいなやりとりがしたかったんだ。ただそれだけなんだよな。これは地雷の予感。くさ、なんだ、ただのバカッターか。でさ、最初は冷蔵庫にでも入って記念撮影しようと思ったんだけどさ、俺の持ち場だと冷蔵庫に入るのは無理だったんだよ。だから客に出す予定のつまみの一つによだれを垂らしてさ、よだれ鳥を作ったった。でツイッターに投稿しようと何枚か自撮りしてたら、一つ上の先輩が血相変えて店長を呼びに行って、それでこのざま。3枚目くらい撮ったところでバイト2人に捕まって、店長にスマホ取り上げられて画像は全消去。傑作だったのにな。は？ま、嘘だろ。え、どこ縦読みすればいい？くさ、釣りだな。釣りじゃないし、まあもう画像が消されたから証明できんがな。なんであんなに怒るんだよ。まだウプもしてないのにさ、速攻でクビにされて帰ってきた。人手が足りないとかバイトを増やすとか言ってたくせに簡単にクビにするんだな。人手不足は嘘かよ。いや、人手不足だけど一致はいらないってことだろ。これはひどい。大学にも連絡が行くかもな。なんでだよ。俺よりも使えないやつまで雇ってんだぞ。コミュ障なのか全然喋んないやつとかさ、ちょっとふざけただけでクビとか。盗撮かと思ったら、ただのバカッターだったか。ツイッターにウプする前に、止めてもらえてよかったな。ちなみにその鶏肉は、客に出すつもりだったんか？そりゃそうだろ。この後、客に持って行ったって、ツイートするつもりだったんだし。さ、どこの店？特定犯派よ。店特定するからウプしろ。どうせ1枚くらい取ってあるんだろ？マジでクズすぎるだろ。こんな深夜に釣りすれ立てになって。これ本気で大丈夫だと思ってんの？まあでもバカッターは大丈夫だと思うから投稿するんだもんな。日本の未来が心配になってきた。これニートの俺の方がマシだな。お前は働けって。ここでよく見る30代でニートとかよりマシだろ。俺の方がよっぽど使えるわ。どの口が。これだからバカッターは。バカッターこっち見んなよ。マジでくさ。店から損害賠償とかなかったの？
とにかく早く帰れって言われて、言い訳したら怒鳴られた。冗談が通じないやつってつまんない人生生きてるよな。大学の近くの居酒屋でさ、バイトはほとんど同じサークルのやつらなんだよ。今まで仲良くしてたのにさ、なんかサークルにも、もう来るなって言われた。ここまで来ると、いい目だよな。そりゃサークルからはぶられるわけだ。どこのエフランだよ。冷蔵庫のもそうだけどさ、こんなのがいると外食は無理だわ。自炊しか無理だな。親にまでチクるとか大げさすぎん。いや全然。開き直ってて草。訴えられる覚悟は？そろそろ釣り宣言は？釣り宣言まだ？これ本気だったらどうする？それはないだろ。特定班まだ？よだれ鳥は草。こういうのは外に出ないでほしい。無能バイトは病気だけど、一致はただのドキュン。これから大学で噂されるんだろうな。だな。こういうのはすぐ広まるからな。親がわざわざここまで来るらしい。暇だな。親不孝だな。成人年齢の引き下げを考え直すべき。こういうのは20歳になっても30歳になってもやらかすよ。っていうかお前一人で思いついたの？ツイッター見てて俺一人で思いついた。サークルの仲が良かったやつは、なんかキレてた。悪いことは悪いって思える大人になろうね。一致は一生就職できなくなってほしい。こんなんでもバイトができるのに、ニートの俺ときたら。でも一致のように迷惑かけるくらいなら、引きニートの方がマシじゃね？いやどっちも滅びればいい。どうせほとぼりが冷めたら、またやるんだろうな。こういうやつを晒す用のデータベースを作るべき。犯罪者予備軍やな。救いようがないクズ。ツイッターに投稿させた方が良かったんじゃない？その方が大事件になって反省しただろ。そしたら店が大損害だろ。これだからドキュンは嫌いなんだよ。俺35歳ニート含みの見物。おっさんは働け。これで悪いと思ってないんだもんな。義務教育の敗北。日本も落ちたな。本当に日本人？一致は逃げた？特定した。お前、大学のイニシャルは、だろ？お？もう戻ってこんのかな？わかったーは勘弁してほしいよな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y アルバイター、常連客を怒らせてしまいバイト中に帰らされる。なんだかなー、なんでやー。何のバイト？飲食屋。やっぱり Y に働くなんてできないんやね。Y に向いてる仕事教えてくれメンス。ゴミ収集。ホワイトやぞ。何やったんや。Y ウェイターでさ、毎日ランチの時間帯に来とる常連のおっさんがおるんやが、そいつが3日連続で焼きそば定食頼み寄ったから、調子乗って、3日連続焼きそば定食いただきました。って厨房に言うたら、おっさんにキレられたわ。ワイはこの前店のグラス割ったで。失敗は誰にでもあるから切り替えるんやで。そらそやろ。完全にバカにしてるやん。おっさんが店長にイチャモンつけて、店長から今日は帰りなさい、事例が出てなうや。これは陰キャですわ。これは画外。ワイはこないだ間違えて違う患者の点滴してもうたし、そんくらい平気平気。飯屋が食いもん占いで喧嘩売るなよ。ワイニートだけど、バイトなんて探せばいくらでもあるし辞めればええやん。マジレスすると飲食店なんてギリギリでやってるから、クソ忙しい昼時に帰らすわけないじゃん。マジレスするとこのレベルやったら、店長が厳しい人なら普通にあるぞ。一致が悪いな。ワイの働いてるところでもこのレベルなら帰らせるわ。確かにワイも言い過ぎたところあるけど、3日連続焼きそば定食頼むかね。3日連続で頼んだらいかんのか？焼きそば定食お好きなんですね。いつもありがとうございますくらい言ってあげろや常連やろ。他のメニューに付加価値を感じてないんでしょ？そのことに対して従業員としてどういう課題認識持ってるの？一致くずすぎやろ。引いたわ。3日連続は普通やないか？一致がクビになる確率は 23%。 常連ってなんで偉そうなん？そんだけ金払って店に貢献してるって意識やろ。店員に覚えられるのも嫌なやついるのに、こんなことしたらそりゃそうだ。チェーン店だと直接はクレーム入れないけど、アンケートで気に入らない店員の名前書いてボロクソに書くのはよくやるわ。なんやワイが悪いんか。人間関係ができてるかどうかを見極められてない時点で、どこ行っても通用しねえんだよ。焼きそば定食ってなんや？焼きそばにご飯がついとるんか？せいぜい陰で焼きそばパンマンってあだ名つけるぐらいにしとけや。これはひどい。焼きそば定食は、焼きそば、小鉢、ライス、味噌汁、漬物の定食なんやで。炭水化物と炭水化物のミラクルコンボ。そんなの3日連続で食う方が大事やな。一致は悪くないで。ありがとうやで。Y は最高で2日連続で食べたことあるわ。Y 週1で同じもん食べてたら1ヶ月で覚えられたで。いつものでよろしいですか？はまあわかる。何日連続丸々ですね、は外事。立ち悪いのは何を3日連続なのかも他の客に聞かれる。今日は帰りなさいは実質解雇通知。何があったか聞かれるまで言わないのクソーざい。ざまあみろ。接客業的にありえんぞ。めっちゃ仲良しでノリのいいおっさんなら合わせてくれるかもしれんけど、
まずやらんよな、常識的に考えて。いい勉強なったわ。次からは1週間連続で食べてたらいいわ。3日はさすがに食べるかもしらんしな。うぷ主、お前社会舐めすぎて真面目にムカつくわ。お客様にどうやったら喜んでもらえるか考えてないで、金目的で働いてるからこうなるんだろ。居酒屋で常連のおっさんと仲良くなってから、ようやく許されるかもしれないってくらいやろそれ。一致は接客係に向いてないわ。それが分かってよかったやん。この一致はひどすぎるな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y 君、ついにバイト先で嫌われ始める。やっぱ Y が陽キャになるのは無理なんやなって。何したんや？調子乗ってたんや。濁りまくった結果がそれか。無言やったら嫌われることなくないか？おしゃべりマンやったんや。ただの外事かもしらん。でもお前が必要とされる場所はこの世界のどこかにはあるはずじゃん。ないよ。無理だよ、諦めろよカス。いいんだから嫌われるってのはあんまりなくないか？外事やったんや。キモいからやろ。かもしらん。なんで嫌われてるん？距離感バグってた。なるほどな。そのおかげか仲良くしてくれる人もいる反面、あんまり絡まない人にはだいぶ敵意むき出しにされるわ。何しても基本はそうやぞ。そんな普通敵意むき出しにするもんなん？ワイを恐れてるん？単純に不愉快なんやろ。それがわからんならそら距離感バグってるわ。いきり立つ陰気？理由書いてみ。仕事で近親人のくせにうるさかったんちゃう？陰が陽気ぶるやつほど鬱陶しいもんはないわな。ほんまやで。まず何のバイトだよ。居酒屋。ああ居酒屋は人間関係悪くなると最悪やな。とりあえず頑張れや。ハチレスだけで判断するのは悪いけど、Y もそのバイト先にいたら間違いなくお前のことを嫌いになってたと思う。なんでや？なんか使ってる言葉が気持ち悪い。わかる。反省できるならええやん。人付き合いやコミュニケーションは少しずつ慣れて少しずつ学んでいくもんやと思うで。せやな。うるさすぎるのと距離感だけはちょうどいい具合に調節できるようにせな。口は災いの元やで。バイト先なんか金稼ぐとこなんやから、必要事項だけ話してあとは社交辞令程度の世間話で十分や。仲良くなったらメリットしかないで。因が無理した結果やな。また、嫌われることへの耐性もない。マジで嫌われることに耐性ないわ。陽キャってそういうの余裕なん。余裕というか慣れてるんやで。陽キャの大半は子供の頃に失敗を何度もしてるからコミュ力あるんや。人生で一度も嫌われたことがない陽キャもたまにおるけど。Y のバイト先にもおるわ。入って2ヶ月くらいで距離感の取り方分かってなくて嫌われてるやつ。距離感ミスるとやばいな。ちなみに一致は40歳や。イメチェンしようとして単発にグラサン装備で出勤したら、陰でトグロ 2% と呼ばれていたのが判明したワイよりマシやろ。もちろん判明した翌日から無断欠勤して辞めた。ちょっとくさ。おしゃべりで嫌われてるやつおったわ。誰が話してても参加したがるやつ。ワイはそいつスコやったが。そういう人いるだけでワイは救われる。空気を読めるようになればおしゃべりは悪いことやない。そういうキャラおるコミュニティ大体楽しいし。でも女にはモテへんというかうざがられるかもしれん。悪いやつではないんや、外観線うざいってタイプやな。せやな。一致の笑い声キモすぎるんやで。嫌われ始めるちゃうやろ。嫌われてたのに気づいたんやろ。最初はみんな様子見るからな。下手に出すぎてもいじられるが、生きて仕事できないパターンよりは被害少ないで。案外テレ屋さんやったりするだけやで。相手の好きなもんや普段話してるもん知ってたらその話振ってみたらええやん。その人と喋ったことはあるんか？別に嫌われてもよくないか、職場の奴らなんて友達でもなんでもないのにちなみと。バイトなんか半分友達みたいなもんやろ。この世で一番鬱陶しい人種やわ。陰キャってまず話がつまらんからな。ワイもクソ人間なのがバレたわ。性格は一変、七キャ直らんからな。よし、ぬか。純粋にうざいよな。相手ももったいないと感じる人間かの見極めは必要やったな。Y は ADHD だと思ってたやつに ADHD 認定されたで。まあペラペラ喋っとって仕事で勤労罪やろ。って動かせい。分かってなさそう。嫌われたなら逆に開き直れよ。Y はそれやったらバイト先が崩壊したので飛んだ。崩壊ってなんやねん。とにかく仕事できないやつはどんなキャラでも好かれることはない。仲良くしようとしてくるのはいいけど、一致がおもんないやつやったり空回りするやつやったらただの罰ゲームやん。人をいじって笑い取ってるって思うタイプな気がするわ。振られてめっちゃ乗るタイプや。 Y も職場で八方美人しまくっていろんなグループの陰口に参加した結果嫌われたで。コウモリ野郎やんけ。 Y も八方美人やけどよっぽどムカつかない限りは悪口言わんで。なんで大学生って誰と誰とが付き合ってるみたいな話が好きなんやろな。どの場先行ってもそれだしクソつまらんわ。大学で恋愛の味知るやつが多いからやで。中高で恋愛の味知ったやつらは当時から恋愛トークで盛り上がる。近頃の Y 君は不機嫌やから話しかけにくいと言われた。機嫌が良くても話しかけられた記憶がないからいろいろ察してやめた。
わいここでバイトとして使えないから説を提唱。居酒屋とか陽キャだらけやん。せや、陽キャのくせに仲良くしたい相手選びたいとか陰キャすぎん。雑魚やわあいつら。陽キャの方が先民思想強いやろ。でも話しまくるの自体が悪いかというとそういうことではないよな。別にそれで話してて面白かったり助けてくれる人なら歓迎されるわけで。話しまくるくせにその内容がつまらなかったり、下手ないじりかましてきたりするのが悪いんや。だからそういうポジション張れるのは前提経験積んでるやつだけや。顎が小さくて鼻が高かったりしない？バイトの新人は先輩が話してる時に相槌打ったり褒めるだけでいいねん。あとちょっとしたツッコミみたいのさえできれば可愛がられるやろ。ワイもバイトなんて喋りに行ってるようなもんやし仲良くならんとか無理やわ。1000円程度の時給でクソ真面目に淡々とバイトとかようやるわ。ほんそれ。職場では仕事できるかできないかはマジでヒエラルキーにおいて一番大事。言うても結構成長はしたはずや。どこの職場でも悪目立ちするやつはいるよな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。ワイ居酒屋バイト初日、辞めることを決意。もう辞めるんを。ほんまクソや。飲食店はしゃあない。言うて飲食店以外になんかバイトあるやろか。居酒屋なんてまともな環境なわけないやろ。少しは考えろよ。おはい居酒屋店員。イライラで草やな。ワイ古着屋バイトやが質問ある？どんな感じなんや？楽しいんか？打たれ弱すぎや。鍛えろ。どうやって鍛えるんや？居酒屋とか奴隷やん。居酒屋オーナーやが申し訳なく思う。雇われか？オーナー言うてるやろ。遅くまでお通夜で。ネクラ？陽キャやで。寝カフェでもやれば？大丈夫、ワイはバイト初出勤前日に店長に、やっぱ別のとこでバイトするで。って、お祈りメール送ってばっくれたことあるからそれに比べれば余裕やで。初出勤前ならまだええが、ワイは出勤してしまったからな。あいつ一日で辞めるんかいって思われるんごね。若い女の子とイチャイチャできるんやろ？何日か前にすれ立ててなかったか？前やってたバイトが、この日空いてるって書けば適当な日数と時間で7時間くらい入れてくれてたからさ。その感覚で書いたら年末年始13時間シフト6連勤とか入れられて即辞めたわ。ワイ無職。朝が起きれないので居酒屋で働きたいんやが何が一番しんどいんや？クソ客の相手。調理や配膳は決められたことやるだけやから楽や。調理希望なんやがやっぱ接客もせなあかんのやろか。キッチンの方が地獄やで。ホールは出たもん運ぶだけでいいけど、作るのは大変だし注文入りまくるし、開店前も仕込みとかやることが山ほどある。それはまあそれが仕事やししゃあない。開店前言うても朝からってことはないやろ？ないよな。ランチある店なら朝からやし、夜だけなら昼から深夜までやな。大学生は夕方からしか働けないから2期は長時間働かされそうやな。長時間は慣れとるからいいんやけどいかんせん朝起きたくないんよな。5時とか6時は人間の起きる時間やないで。9時22時とか、16時29時とかさ。人間の働く労働時間じゃないんよな。仕込みから営業までってなるとかなりの長時間勤務や。オフィス街にある居酒屋やと少しマシやで。少しやけど。女子大とかのある学生街だとどうなんやろ。大学生は謙虚やけどリーマンは横柄なイメージあるわ。こじんまりとしたイタリアンの店で店長と喧嘩して辞めたわ。うざい店長と二人で仕事するのが嫌やった。ワイは可愛い女の子と一緒に働きたかっただけやねん。そもそもよく挑戦したな。それだけでも偉いわ。接客業の中でも酒飲み相手はほんまクソ。あれほどサイゼリアにしろと。サイゼリアも地獄やろ。料理名入った端末ポチポチするだけやで。運んだりしないんか？猿でもできるやろ。飲食店でもええけど吟味しないとな。居酒屋はまずありえん。ほなどこがええんや？飲食店なんてどこも一緒やろ。居酒屋、レストラン、クッブ、相席屋、バー、ファミレス。どれが一番マシなんや？まずそもそもエフラン卒社畜の手取り15万程度の社員どもがなんであんな偉そうにしてんねん。底辺は底辺らしく謙虚に生きろや。そもそも飲食で働いてる時点で底辺でまともな思考が通じないんやから、相手に期待したらあかんで。相手は大学でアルファベットから始めるようなエフラン卒や高卒ばかりなんやから。居酒屋の女の子と仲良くなれるんやないの？飲食とかマジで時給1500はないとやる気せんわ。客とかやたら店員元気よくて、ハエ元気なやつしかおらんのやなってキッズの頃は考えてたけど、絶対バイトする側には回りたくないわ。陰キャは淘汰されるからな。バイトはカラオケの朝昼が一番楽しかったわ。カラオケ暇そうやない？夜は地獄そうやな。あとはフードとか運ぶの大変そう。土日はフード多いから忙しいけど平日はクソ暇やったな。暇だと時間経つの長く感じたりしないんか？カラオケ代安くなったりするなら興味あるが。バイトで一番楽やったんは新聞配達やな。大変なイメージあるが慣れたらグー楽勝。新聞配達員大体太る説ある。新聞とかもうなくないか？リッチ何歳なんや？
25の底辺フリーターや。他人の吐砂物処理するのって地味に危なくないか？派手に危ないぞ。吐砂物以外にも近くにあった料理とかは全部お釈迦やしな。商業施設のアパレルは店によってはクソ暇やからおすすめやで。今居酒屋の経理バイトしてるわ。基本的に8時間ぼーっとしとくだけ。ホールの奴ら尊敬するわ。経理って何するんや？パソコンカチャカチャか？居酒屋ってきついからな。トイレの前にゼロタワー積み上がってた時は草生えた。案の定大学生の同窓会だったわ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はコンビニのワンオペ夜勤中、朝まで仮眠を取っていた一致の話を紹介するよ。おはよう、気持ちのいい朝やな。もう一度二度寝したいんやけど、なんか店長と店員がうるさい。店長？店員？一致はどこにおるんや？バイト中に寝てたんか？バイトをバックれて家で寝てた？バイト中に仮眠取ったんや。うるさいなと思って起きたら、店長と客がキレとる。え？キレとるって他人事やな。お前のせいだろ、働けよ。ワンオペ夜勤で疲れたんよ。仮眠くらい許されるやろ。仮眠ってレベルやないから、怒られてるんやろ。いつから寝てた？23時頃かな。もう5時だが。6時間の仮眠はやばいだろ。働けよ。くさ。仕事は？コンビニ。その間、客はどうしとったんや？寝てたし知らん。くさ。ひどすぎて笑った。あ、そういえば、肉まんがどうとか言っとったな。注文来てるし。つか搬入はどうしたんだよ。品出しか？5時3通か今来てるな。それ寝てていいのか？起きろって。あと1時間で終わるし、6時まで寝たいわ。それほとんど働いてないやん。バックレと同じくらいひどいな。ていうか仮眠ってどこで？体バキバキにならん？確かに。痛くてすぐ起きそうだわ。寝袋的なお布団を持ってきたわいに資格なしやで。布団は草。仮眠じゃなくて夜ちゃんと寝る気満々やん。ワンオペで夜勤させる方が悪いんやで。ワンオペが疲れるのはわかるが、お布団は。お、ふ、と、ん。バイト中に仮眠お布団の破壊力。訴えられたりしんの？客無視とか損害ひどいだろ。別にええやん。セルフレジもあるし余裕、余裕。セルフレジが苦手なワイナミダメ。セルフレジくらい誰でも使えるやろ。でもあれコンビニによっては、現金が使えん店もあるよな。あとタバコも無理やろ。そしたら朝まで待てばええやん。余裕、余裕。使いままだシフト中だろ。店長大丈夫なのか？まあ、もうクビになるやろうし、なんでもいいわ。ちな店長に引っ張られて仕方なく奥に連れてこられた。誰か俺の代わりが来たらしい。それなら最初からワンオペさせんな。ワンオペが嫌だって店長には言ったの？他の時間に入ればいいやろ。だいたい深夜は時給が高いんやし、ちょっとは我慢しろよ。コンビニ辞めたらどこ行くか決まっとるん？どうせまたコンビニだろ。またコンビニは草。こんな外事はどこの職場も勘弁だろ。本当に呼ばれたのは肉まんだけなんか？まあ布団で寝てる店員がいたら面倒だしお子さんはな。そっと他の店に行くわ。田舎だったらマジギレ。都会なら別の店に行く。田舎ではないけど郊外。近くに別のコンビニがある。そこで働くのも手やな。またお布団持参か？もうコンビニはやめとけよ。バイトのブラックリストとかあるんかな？あったら一致は速攻で登録な。お布団があったとしても、コンビニで寝れる気はしないわ。落ち着かないよな。それでも寝てしまうのが一致。くさ。ちな一致は何歳？確かにスペック派よ。あとお布団のウプも。ID 付きでな。店長激おこだから、ちょっと待ってくれ。28歳や。ニートからコンビニバイトに昇進したが、ワンオペでやる気なくしたんや。なんだ仲間か。おま、ニートか。ニートが働いただけでも偉い。でもお布団。お布団言うな、俺のお茶返せ。一致は今頃、親呼び出しかな。28で親呼び出しはないやろ。せっかく働き始めてもこれか。これだからニートは。次もコンビニって言ってたよな。どうせ言ってるだけやろ。数ヶ月後。ニートに戻ったイッチの姿が。わろた。ありそうだよな。普通にあると思うわ。イッチはまだ怒られとるんか？そりゃそうだろ。家に帰るまで待つか？あげ。保守。イッチ？ああ、永眠してしまったか。イッチここに眠る。くさ。勝手に、すな。まだ生きとるで。あ、戻ってきた。で？今の状況を産業で。店長との話し合いはどうなった？怒られた、怒られた、クビになった。くさ。わろた。まあクビよな。店長はどうやって知ったんやろ？客から連絡があったとか？品出しの時間に寝てたとか？5時に品出しらしいから校舎じゃね？ファミマかな？ Y32 歳ニート。仕組みの見物。まあニートだったってことやし、働いただけ頑張ったよ。だが起きろ。まあ次に働くことがあったら、お布団は我慢しろよな。お布団持ってく前になんとかならんかったんか。まあ辞める気でやったんやない？そうか、ニートに戻るための一致の秘策やったんや。わろた。
くっそわろた。ニートに戻ることに成功しとるやん。その発想はなかった。そうか。ワイは明日からまたニートや。喜ぶなって。誰だよ、ニートに戻れるって教えたやつ。ああ。またニートに逆戻りか。まあでも俺も似たようなもんやな。ニートやし何も言えんわ。一度働けたんやから大丈夫や。次は警備員やってこい。警備員でお布団を想像して笑った。くさ。警備中のお布団はあかん。ダメだ。イッチが寝袋に入って警備してる姿が思い浮かぶ。それ自宅警備員や。バイト先にお布団はくさ。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。1年間で4回始末書を書いたわい。完全に会社のガン扱い。自販機会社勤務。1回目。自販機の扉の鍵閉め忘れ、約2万円の盗難に遭う。2回目。交通事故、スーパーの壁をえぐる。3回目。交通事故、コンビニで他人の車にぶつける。4回目。一時停止無視、たまたまいた白バイに止められ罰金。これ以上やらかすと首も視野に入れて対応するとし店長に通告されワイ震える。うわぁ、4回とかないな。良心的な会社やな。扱いというかガンやん。5回目は何する予定なん。なんか、悪いのは会社だと思ってそう。これで首にならないのがすごいわね。同僚たちにも白い目で見られて完全に孤立してる模様。ほんまに免許持ってる？一応持ってます。免許証はゴールドです。どういうことや、これ事故ったんやろ？多分次の免許更新でゴールド剥奪やと思う。1年で3回交通違反で要素と回りさせてもらってるな。仏みたいな支店長やな。よく支店長は4回も許せるな。毎年3回ぐらいやっとるんか。だよな。普通はすぐに首にされるだろ。転職して2年やで。2年目からトラックで外回りしてたんやが、やらかしすぎて同僚のサポートに格下げされたわ。よく転職できたな。転職も視野に入れ。なんでそんなに事故るんや。今まで軽しか運転したことなくてトラックの感覚がわからんかったの。運転のない場所に配属せんのか。コミュ障とまではいかんけど喋りは苦手やから営業は無理。同僚のトラックに同乗してサポートするしかない。シンプルに運転が下手やん。いや別にそんなひどくはなくないか。1回目のがあかんけど。1年間にこんなに事故ったり警察に捕まったりしてたまるかよ。しかも自動車に乗る仕事なのに。スーパーの壁を削るがどの程度か知らんけど、接触事故とか違反とかはまああるやん。嫉妬は自覚持って仕事しろや。支店長にも。会社のブランド背負って仕事してる自覚ある。もうだいぶブランドイメージ下がってるよ。って言われました。もう運転はやめて同僚のサポートに徹しますわ。てかよんって会社にバレるんか？ワイも1年前にやったことあるが、黙ってたら何も言われんかったわ。普通は罰金払うだけで報告する義務はないやろな。自分で報告しない限りは会社は知らないと思うけどな。反則金を納めなかったら連絡行くかもしれん。売上の盗難を知らばっくれて黙ってたらバレたから、怖くなって報告した。アホやな。報告すべきところとすべきやないところの判断できへんのか。ある日 Y のルートの売上が2万ちょい足りないことが判明して。盗んだ？って聞かれたから、いや違います。ってなって。じゃあなんで足りないんや、おかしいやろ。って凄まれたから白状した感じやす。こんなんバレるに決まってるんやからすぐ報告した方がええよ。まあ気持ちはわからんでもないし今更やけどね。サポートって補充するの手伝うだけ？うん。助手席に乗って補充手伝うだけ。給料も安いで。額面いくらくらい？額面やと20万ないくらいかな。先月は手取り15万やった。その仕事内容なら全然ええやんけ。職場では居づらいやろうけど。孤立しとるよ。明日は行くん乗せてね。って言われた同僚が、マジっすかって言ってたもん。一時停止はしゃあなしじゃね。てか事故もある程度は仕方ない。ザ無能って感じ。無能やこれだけははっきりしとる。盗難黙っててってのが一番あかんねん。警察に被害届まで出しに行ったっぽい。二回目は自腹らしいわ。盗難分自分で補填しとけばれなかったのに。首なるほどひどいか？ Y の場合回数がやばいからの。会社の看板つけた車で走り回る仕事なんにこれはちょいひどいで。本当はいかんけど少額やったら自分で補填してしもた方がマシやぞ。ワイも思ったけどさすがに2万はあかんわって思って自費補填はやめた。1万以下ならしてたかも。ワイなら正直10万までなら自費で出してしまいそうや。嘘をつく人だごまかす人だって思われるから、仕事任せたいと思わないやろ。その場でちゃんと処理しないとことが大きくなって困る。せやね。もうほぼ信用はないと思うわ。何年目や？2年目。壁と車にぶつけたのはどれぐらい間空いてるんや？短期間だとおいおいこいつ運転大丈夫か？って思われるのもしゃあないが。間は3ヶ月くらいやね。もうサポートに回されたんだから終わった話やろ。
続ける気か？だったら、仕事見つかるかもわからないし、一応一人暮らしやからもうちょっと続けるかも。同僚の手伝いで自販機の補充って、それ給料分も働いてないやん。一人でルート回って大体手取り18から19やからね。そう考えると楽して結構もらってる気がする。ちなみに前の仕事はなんで辞めたん？同じような感じやったんか？前は工場やったんやが、軽い労災2回したのと変則勤務に耐えられなくなって辞めたわ。後者はともかく前者はやらかし？夜勤でうとうとしながら玉掛けしてたら、うっかり足の甲に重量物乗っけて打撲や。実地は運転下手なんか？下手なのかもな。自家用車は事故ったことないけど、軽やし。それ自家用車乗るのも、もうやめた方がいいかも。車幅感覚がないんやろかね。実際に行けるかどうかやなくて、自分が行けると思った感覚の方を優先させるなら、まあ下手なんやろな。多分無意識に軽と同じ感覚で運転しとるのかな？まあ運転はもうさせてもらえへんやろし、補助頑張るわ。頑張れ。2万の件を追加してしまったりとか、やらかし方がワイと似とるから心配やが、自分を信じたらあかんで、あるべきものをあるべきように実直にやるのが結局一番やでほんま。明日は職場の高一点と同情や。ちょっと楽しみ。一致と同情？って思われてそう。まあ思っとるやろね。このスレ開いたら退職代行の広告出てくさ。てか、運転下手くそか。運転下手すぎなんじゃないか？引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。うつ病俺くん、上司に限界だと言われる。おもりするの疲れたってさ。日記はここで終わっている。墓にはこう刻まれていた。生ポもらおうや。限界なんてないって。上司に感染したか。元うつの Y からすると、休職してひたすらもらえるだけ金もらっておけ。金なんかいらないから職場での手の震え止めてほしいな。診断書まだもらえてない？早く結果出ないかな。いい上司ならやめてやれ。クソ上司なら居座れ。もうその判断すらつかん。周りみんな敵に思えてきた。この手のやつは自助精神ないから、一生おんぶに抱っこを他人に迫る。じゃははは。発達を部下に持つ上司は地獄だよな。3年間同じ間違いするよう。聞かないで勝手に行動する癖を直さないよう。悪気はないよ。かわいそう。誰か助けてくれ。最近あった具体的な失敗は？うつの薬とかあるんだ。てか聞かないならうつじゃないんじゃない？飲んでるのは発達障害の薬な。全く聞かないどころか悪化したからうつの診断受けてきたんだ。なんでそんなん採用されちゃうんだろうな。読んでる限りうつじゃなさそうだけどな。所詮自己判断だからね。別の薬もらいに行くついでに、職場に着くと気持ちがメールって言って受けさせてもらった。ADHD から適応障害になりうつ発症だろ。しばらく休め。甘えるなって冷たく怒られるんじゃないかと思うと、怖くて言えないよ。ならん？精神科でウェイスだっけ？その試験やれてコンサータが選択肢になるような医者なら理解あるから。精神的に限界ってことで相談して、休職できるように診断書をもらえ。自立支援受けてるならもらえるレベルじゃないかな？傷病手当金ちゃんともらえよ。休職するくらいならきっぱり辞めたい。というか3年間ずっと辞めたいと言い続けてる状態なんだ。あと甘えるなって医者からではなく職場の上司からね。上司が限界なのに精神病で辞めたいと言うと怒られるのか。なあほな。前の上司に1年目の時に、仕事合わないから辞めたいって言ったらめちゃくちゃ怒鳴られたんだ。覚える努力もしないでとか今さら嫌がってみたいな感じに。それがトラウマになって上司変わってからも休みたいとは言えない。休めるじゃんよかったな。復帰できるかは知らないけど。度重なるミスで今の上司に限界だって言われたのもあって、そんな中休職したいなんか言ったら、何言われるかわかったもんじゃないよ。それはその上司がヤバいブラックなやつなだけだな。ブラックな会社なら今の上司もヤバいかもだが、それならなお辞めるべき。去年その上司の部下一人辞めてるし、その前にも辞めてるっぽい。かなり厳しい体育会系なんだ。上司には申し訳ないけど自分も合わない。人の退職の意向を取り消させるとかありえないだろ？人事に言えばいいだけなのに。何の努力もしないで、入社1年そこらで辞めたいって言ったのが納得いかなかったらしい。そこから3年。上司変わって環境変わっても自分なりに頑張ってはみたが、やっぱりうまくいかなかった。前の上司のせいで余計な被害出ててわろた。あの時何言われようとやめておけば、今の上司が俺のせいでこんな目に遭わず済んだんだろうなって。お前は加害者だと自覚しようなおバカちゃん。他人を鬱にする加害者だと。おっしゃる通り。みんなと一緒に働いたらダメなんだな発達障害は。そうそう会社に迷惑だからやめてあげるのが恩情。これからは就労支援や作業所に行きつつ通院してね。セミリタイアと考えればいい。かまちょだな。上司に相談しにくいなら人事に相談しろ。人事から上司に言ってもらえ。すまんそれだけは無理だ。
組合もあるし相談窓口もあるがことを大きくしたくない。上司はおそらくカサンドラ症候群だな。俺もメモ書いても何語か何なのかわからなくて捨ててたわ。そうそう、しゃあないから上司の反応は気にしないでいこう。さっさと辞めればいいと思うんやけどな。引き続き仕事関連のスレを紹介するよ。 ADHD で仕事できないんやがニートなんやが、今は退職2回目で失業保険もらってる。これどうしたらええん。解雇されるレベルに仕事ができないんやが。解雇されたんかよ。何の仕事したんや。接客、事務系どっちも無理やった。難しいこと考えると頭がモヤモヤになるんや。それは芋あるぞ。なんで年金もらえへんのや。頭に出てきた文章を何も考えず打ち込んでレスしてそう。障害年金ももらえんしクソやわ。いつかはまた働くしかない。は？もらえないんかよ。失業保険もらえる程度には労働できてるやんか。お前にいいことを教えてやろう。障害年金や。ADHD だけじゃ手帳産休しか取れないからもらえない。だから申請してない。申請しろよ。ADHD だけじゃ2級の年金は取れない。取れる人もおるで。わかった。ありがとうな。申請してみるわ。社労指定系の病院に行くんやで。年金もらえないレベルなのに仕事できへんの？ワイなんて年金もらえてて職歴なしニートやぞ。ちな統合失調症。統合失調症は精神障害の中で一番年金有利。大変やな。ちょっとずつ良くしていくんやで。世の ADHD さんたちはどんな仕事しとるんやろな。初診日ベースだから働いてる時に診断受けたなら厚生産休の目もあるぞ。可能性は低いが。働いてる時に初診したけど、ADHD だけなら年金無理って聞いたんやが。わいその他は土健上やし無理やろ。んなことはない。全部初診日ベースだから可能性はゼロじゃない。判断するのはおかみ。はぁ、あ、これどうしろと。一つの作業しかしない仕事探せ。ADHD は甘えやぞ。努力が足りないだけや。頼む。一致答えてくれ。国がニート許してるんだから堂々と年金取れよ。ADHD すれ増えてね。YADHD だけど年収700万やで。デスクとか書類の山でぐちゃぐちゃ。モバイル PC のデスクトップぐちゃぐちゃ。営業者ゴミだらけでぐちゃぐちゃ。だけどなぜか仕事はちゃんとできてて評価されてる。あなたは ADHD ではなく無能で怠惰な人です。どっちでもいいけどこの先どうやって生きてけばいいんや。解雇ってよっぽどじゃないとされなくないか？ ADHD の人にはあるあるらしいで。仕事になると本当に頭が働かなくなるんや。なんか単純作業系で働けばいいんやないか。刺身にタンポポ乗せる作業みたいな。 ADHD は単純作業無理。驚異的な頻度で間違える。単純作業はマジで無理やな。しなくてもいいこと途中でするようになる。どうせ君も無能な健常者なんだろ。 YADHD 仕事休憩中。ギリ健が一番きついよな。生ポで行きなさい。 ADHD ってことは運転できないんか。できるで。友達いるの？Y 君仕事以外は健常やから割とモテるで。 Y まだ長く働けないからバイトやわ。時間来たから戻るやで。頑張ってな。働いてるだけ尊敬するわ。自分がした仕事の責任を自分で取れる仕事おすすめやで。 Y は機械修理の仕事してるけど、失敗しても Y が頑張って直すだけやから結構気に入ってるで。すごいやん。ただ間違い自体は多いから車とか命に関わるものとかはあかんやろな。コンサータっていう薬処方してもらったらどうや。扱える医者が決まってるらしいけど。処方してもらってるけど、かなり集中して物事に取り組めるようになったぞ。家庭教師で ADHD の子教えてるけどほんまやばいわ。わい子供もいて ADHD っぽいんやが、やっぱり遺伝するんやろか。遺伝はしやすいとは言われてるな。遺伝子残しちゃいかんぞ。退職勧奨拒否しまくったら会社が折れたわ。アミノ酸。Y A 型で作業しとる。3年経ったしそろそろかなと思う。工場のバイトとかいいんじゃね。結局工場だと無能っぷり発揮して評価されんな。精神力強いやつは対人の細かい決まりのない営業とか接客のがいいと思う。このスレにもいるけど、勉強できる ADHD はまだ救いがあるな。程度があるんやろな。 Y も処方とかはしてないわ。今東京都の最低賃金1040円くらいなんやろ。 Y が学生の頃からしたら羨ましいくらい高いわ。せやな、1041円や。工場行けやお友達いっぱいやぞ。高校生の ADHD だけど質問あるか。幸いなことに最近治ってきたんや。東京最低賃金1000円超えるんかよ。ええー、な。神奈川もだぞ。お前ら仕事ってもんを過大評価しすぎや。タイミーとかで単発の仕事一度入ってみたらええねん。なんで地獄で生きるためにさらなる地獄で労働するんや。お前らはなんなんだよ本当に。働いてない方が地獄って気づいたんや。自分で自由に金使えることほどノンストレスなのってないからな。非正規雇用で1年働いて手帳パワーで失業保険300日もらうのを繰り返してるわ。今のバイト先座ってるだけでいいんやが暇やわ。7時間あるとすると5時間は座ってるだけ。
ここまでやることないとやる気なくしてくる。何もさせてくれないならスマホくらいいじらせてほしいわな。そうしたいけど監視カメラで監視されとる。客も来ないから30分おき20分トイレにこもってスマホいじるだけや。 ADHD って注意力散漫なやつのことか。 ADHD は小児の病気だと何度言ったら。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はムカつく社員に向かってこそっと中指を立ててみた結果、とんでもないことになってしまった一致の話を紹介するよ。上司法 Y 氏ニートに戻る模様。おかえり。待ってたよ。せっかく半年働いてきたのにな。台無しや。何があった？ニートが半年でも働けたのは偉い。職歴ついたやん。半年の職歴は職歴って言わないだろ。真っ白よりはマシだと思うが。年齢は26や。また次探せばええやん。なんだ26か。大卒で就活失敗してずっとニートしててさ、ようやく派遣で入った工場でこれや。まあ最初はそんなもんや。次で何したの？工場の仕事を毎日やってて嫌な社員がおったんよ。すぐ使えないとかサボっとるとか。 Y は全力で働いとったのにや。これは一致目線だよね。一致の全力がその社員の全力とは限らない。それくらいの嫌な社員はどこでもおるやろ。本当にサボってなかったんか。まあニートからの復帰やし、正直長時間はしんどくてな。たまにトイレにこもってスマホしたりはな。でもそれくらいみんなやるやろ。一致はニートからの復帰って思っとるかもしれんけど、相手はそうは思ってないで。これだからニートは。一致は手帳持ちか何か。その嫌な社員はサボりを指摘してきただけ。遅刻した時に嫌味を言ってきたり、トイレの時間が長いとかなんとか。いやそれ普通やて。何がおかしいのかわからん。ニート歴が長すぎてストレス耐性がないんやろな。でも26やろ。大卒ならニート歴4年くらいやないん。4年もあれば腐るには十分や。で、その嫌な社員がどうした？嫌な上司へのストレスがどんどん溜まっていったある日のこと、朝礼がその嫌な上司の番やったんや。それでなんか急に中指を立ててやりたくなったわけや。だが、しばらくどうしようか葛藤があった。さ、何の葛藤だよ。中指って厨房か。しばらく下を向いて考えた後、ようやく中指を立てることに決めたわいは、思いっきり前に向かって中指を立ててやったんや。そこに立っとったのは、社長やった。さ、社長。わろた。終わった。クビやな。それから社長に呼び出されて、派遣先に電話されて、今に至るって感じやな。またお前らの仲間入りができて、光栄に思うぞ。おかえり、お前はよくやったよ。お茶返せ。マジで増えた。社長は草。そのクソ上司はどうなったんや？ちょうど俺が考え終わった時に、クソ上司と社長が入れ替わったんや。中指を立てる時、ちょっと反応が怖くて、下を向いたまま立てたのがダメやったわ。ええやん。ニートのエッチが社長の記憶に残ったんやで。わろた。まっまとパッパがかわいそうや。ちなまだ両親には言えてないんや。やっぱり怒るかな？早く言え。こういうのは早い方がいいんやで。さっさと怒られてこい。でもまあなんだかんだで、半年持った一致のことはすごいと思うわ。ニートが半年はなかなかやな。お前ら褒めてんのかけなしてんのかどっちや。ワイは褒めてるんやで。で、次の仕事は？派遣会社なら次の紹介とかあるやろ？正直、半年結構しんどかったし、そろそろ一回休みたいわ。これだからニートは。やっぱり一致はワイの仲間やな。一緒にニート歴を増やそうぜ。期待してるまっまとパッパのためにも働けよ。次はコンビニバイトは？工場よりハードル低いやろ。Y は工場の方が合ってるわ。ほとんど会話もないしな。コンビニも深夜ならよくないか。ガソスタもいいって聞くな。一度できたことはもう一度できるやろ。また別の派遣で頑張れ。半年って失業保険とか無理だよな。貯金はあるの？2ヶ月目くらいから半分くらい実家に入れとったで。やるな。見直したわ。これはいいっち。じゃああとひと踏ん張りしろよ。次の派遣先にはクソ上司もおらんかもしれんで。せっかくニートを出したのに、これで辞めるのはもったいないよな。一回怠け癖がつくと、また昔みたいに働けんくなるぞ。なんだかんだでみんな優しくてわろた。はぁ、また働くのか。次は中指はやめとけよ。次は副社長くらいにしとけ。さ、社長やなくても苦労の社員に中指立てた場合は、どうなってたんかな。なんだかんだそれも首やったりして。相手もエッチに対して、そこそこストレス溜まってそうだしな。エッチは診断とか受けんのか？手帳あった方がいろいろと楽なケースもあるよな。遅刻癖が治らんとかは怪しいと思うけど。エッチは電車とか好き？コンビニ無理で工場の方がいいとか、それっぽい部分はあるよな。まあニートで ADHD 多いからな。そういうワイもお薬飲んどるで。あれ聞くんか？ワイは聞いとるで。エッチはギリ圏なんやないか？
キリケンの方が手帳ありより辛いよな。まあ周りはまともやと勘違いするしな。求められることも多いからな。一致の冷圧が消えた。これはマッマに呼び出されたな。怒られたか。とうとうバレたのか。ニートには戻るなよ。ここで踏ん張れるかで将来が変わってくるよな。怪しい部分があるなら診断受けてくるんやで。一致が転職できてるといいな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。明日俺が仕事でやらかしたのバレる予定なんだけど、どういう心持ちで挑めばいいだろうか。とりあえず何も考えない。何も考えないってすげえよな。どうやったら何も考えないでいられるんだろうか。今から腹筋して鍛えとけ。飲んでから出社する。やらかした。ちなみに良かれと思って勝手にやった作業がまあまあやばい。詳しくは書けないけどシステムの本番環境のデータを消した。バックアップも合わせて消した。俺もやべえことしてるから安心しろ。良かれと思ってやる種類の作業じゃないけん。サーバ内の容量逼迫してて、やれやれみたいな感じで消したデータがエンドユーザーのデータだった。あと、ついでにバックアップの媒体もいっぱいだったから消した。損害賠償もののヤバさではろた。いや本番データなんて消せないだろって思われるだろうが、いろいろあって消せるんだ。そしていらんことして消した。退職代行であとは家にこもっとけ。電話にも出るな。良かれと思って消したの？容量逼迫してたから。派遣の子がそれやって次の日いなかったわ。アクセスできるようにしてたのも悪いからって。システム部署の偉いさんが何人か降格になったし。良かれと思ってそれができるのは病気だから。とにかくその仕事を辞めるのが最優先事項。冷や汗ってやつ初めて出た。バックアップの再開あればワンチャン。ないと思う。自首するん？さすがに本番環境と分かってたら消さないよ。自首だった。よくわからんものには触るなとあれほど。そのタイミングでは分かってる、つもりだった。本番環境だと思ってなかった。まあ消えたデータの復旧方法もゼロではないから。良かれと思って削除はロタ。良かれと思ったんだもんな。でも実はロールバックできるんだよね。これで普通に出勤しようと思うのがすごいな。先に報告しとけよ。だから時代はクラウドなんですよ。ストゼロ一気してから出社しよう。俺も間違えて上司のフォルダ丸々削除したことある。残ってるから安心せい。まずバックアップを取らないまま消そうという神経がわからん。つか普通に消しただけなら復旧ソフトでワンチャンあんじゃね？使ったことないけど。全データとかではない。ただ、でかいデータを一部消した。それがエンドユーザーのデータだった。実は試験環境であってくれ。まともなら基本バックアップあるからどうにでもできる。ブラックなら決して正解だったぐらいに思えばいい。まあ仕組みがちゃんとしてるとこならバックアップしてるかもだが、アホが個人判断で本番データ削除できるような現場じゃ期待できねえな。まともな会社ならバカが干渉できないところに、バックアップ取ってるから正直に言え。丸にゃしないから大丈夫だろ。気楽に言ってこいよ。大丈夫、数ヶ月後にはまあまあいろいろとなんとかなってるもんだよ。バックアップあればいいが多分マジでない。というか自分が消したバックアップ媒体がそれだと思われる。あと普通は本番環境触れないようになってる。いろいろ特別でそのタイミングで触れたんだ。で、良かれと思ってやった作業。この時は試験環境だと思ってた。がこれ？よくわからんけど今からコンビニ行って、このスレの内容をつまみにアイス食べていいの？人の不幸は飯うま。どうせ職場に入れなくなるだろうから。上司がブチギレたの録音してパワハラで訴えて慰謝料稼ぐ。冷静に積んでることを自覚しているんだな。偉いぞ。報告してないのが一番やばい。俺でも同じ会社でのびのびやってるんだから気にすんなよ。そんなん次から気をつけてねで終わりやろ。人間雇って教育する方が面倒いし金かかるやん。まともな会社なら申し訳なさそうな顔して謝れば大丈夫だろ。もしかしたら1ヶ月くらい気まずいかもしれんが、それも会社にいる間だけだし、家にいるときはスプラトゥーンでもやってろ。ハーゲンダッツはリッチミルククランチとかよ。棒付きのやつが最高にうまかった。何も言い訳が浮かばん。試験環境だと思ってましたが一番だろうか。正直が一番だぞ。言い訳はしない方がいいのでは？正直に良かれと思って、容量がバッと空いてスッキリすると思ったんです。って言えばいいよ。無能な働き者ってこういうことか。会社辞めるやつレベルのことだろそれはロタ。面白がってみて。まあなんだ。この手の事態はとにかくやらかしたことを早めに正確に報告することな。もしくは自分は悪くないことを主張するためのストーリーをいかに、それっぽく諦めずに主張し続けるかだと思う。早めに方向性を決めて準備を進めることを進めるよ。どちらにしても地獄だが。出社したらすでにざわついている感じ？それとも、使用してからだんだんと気づいて空気がヤバくなる感じ？イメージとしてはどっち？タイミングは正直わからない。エンドユーザーのデータだから。あ、でも整合性チェック的なのがあると朝1エラー出るか？キャリアに響くようなら1年くらい待ってみんな忘れた頃に。
転職すればリセット完了だろ。会社にとってはどえらいことかもしれんが、お前にとっては全然余裕だから気にすんな。確かに、いい考え方してるな。大丈夫、ずぶとく生きろ。エンドユーザーって何？システム利用者、つまりお客様だ。ガンバ。別のバックアップくらいありそうだけどな。報告すればどうとでもなりそう。過失の場合は基本労働者に賠償責任はないが、重過失の場合は一部責任が発生する可能性もある。そもそも消した段階で相談すべきだったな。逆にバレる前に直せたら自社内で収められたのになぜバレるまで待つのか。どのタイミングでダメなことやったって気がついたの？俺んとこも試験環境と本番環境のサーバのアドレスの数字がほんのにしか違わんから、そのうちやらかしそう。うちんとこも人手が足りなさすぎて、新卒の Y が本番データ触っとるで。新卒は草。一致はどうなったんかな。バックアップがあるといいな。引き続き仕事関連のスレを紹介するよ。お前らが会社や仕事でやらかしたマックス級のミス教えて。自分の心をなだめるためにお前らの話も聞きたい。管理システムの本番環境止めた。2000万応用。自分用の便利ツール全削除。なんだろ、会社の車仕様で使って事故ったことかな。売り物を落として壊したことかな。ちな、俺は関東に送る荷物を間違って沖縄に送ってしまったような感じ。コンテナレベルのな。そのせいで無理やり沖縄で商品イベントを組む羽目になった模様。面白いじゃん。ダメだ、たとえここであろうと言えない。それほどに罪深い。会社と経営陣批判をほぼ全社員宛てに送信。インフレ。4年前にロードセル壊したのは私です。バイトの厨房でフライヤーの下のとこいじってたらガスがボンって小爆発したこと。2000万の機械を階段から落として破壊。年に一度しか使わないからバレてない。やば。台風の日に対策忘れてお店の看板飛んでって隣人の車に直撃。人に当たらんで本当に良かったです。車用車ちょこっと吸った。そんなん日常やん。一日過ぎるたびに客に金銭的負担のかかる書類処理を数ヶ月ほったらかしたまま会社辞めた。会社が備蓄している熱中症対策飲料と食品、昼飯として毎日食ってたらすっからかんになった。20万ぐらいのものなくした。寝坊した。役員会でのケツを取る前に勝手にいろいろなこと進めちゃったこと。ギタリストだった時の親のギターの調弦やってたことあるんだけど、本番10分前に終えてツルをポンと叩いたらツルが切れて、さすがの親父も切れた。学生時代飲食バイトしてる時、普段あんま使わない蛇口止めるの忘れてて水道代が100万超えたことかな。就職してからは大きいのはない。今んとこ俺と君の水道代100万が優勝争いしてる感があるぞ。そういうの保険が効くか知らんけどすっげえ怖いよな。まだ CD でソフトを販売してた頃に、Windows 9X だと起動できないソフトを焼いて販売してしまったこと。全回収の上焼き直して再販売。2000万ぐらいの損失。みんなだいぶやらかしてんな。結構顛末書書いてきたつもりだけどレベルが違うわ。お客さんからの電話が終わった後、相手が先に切るまでこっちからは切らずに放置してるんだけど、とっくに通話が終わってると思って、ちっめんどくせえな。って言ったら、向こうも相手が切るの待ってたみたいで、繋がったままになってた。装置で留め具の上に通すところを、下に通して稼働させて8万円分の不良を作った。もっと来い、どんどん来い。成仏させとけ。帰国で処分2回。ちょっと事情が違えばプレス発表されてローカルニュースで報じられるところだった。ミスって続くんだよな。なぜか同時期に複数のミスが起きる。夜間工事の管理をテレワークでやってたのよ。点検口の写真確認とか、危険予知活動の確認とか、配線ルート確認とか。俺が号出さないと安全管理上次に進まないんだけど、そもそも俺の夜間担当って忘れてて、爆睡してしまい朝業務端末に50件くらい電話来てた。作業員たちは途方に暮れて数時間待たされた挙句、どうしようもなく帰ったらしい。上司に土下座して作業員のとこ行って土下座してきた。自分のとんでもないミスに気がついた時の全身から血が引いていく感じ、わかるやついる？このスレにいるやつは全員経験してるだろ。ラーメンを出しと油入れんと、純正豚骨スープで客に出した。ランループで社内ネットワークの一時的な破壊。やっぱ交通事故っしょ。電話で受けた1万株の注文を間違えて10万株で出した。アシックス書きミス、推定10億って話。やることないからスマホでゲームしてたら怒られた。逆切れして会社辞めた。ワイングラスをお客さんの近くで落とした。後輩の手をプレスで潰した。学生の頃カラオケのバイトしてて、休憩中に当時付き合ってた彼女と別れ話しててさ、泣いてるとこインカムのスイッチ切り忘れてて全部聞かれてたこと。200万のエアコン壊したぐらい。インカムって押した時だけ喋れるんじゃないの？某省庁の人員募集用で全国に配布するポスターのデザインでさ、全ての月に13日を入れ忘れた。
印刷前に印刷所の人が気づいて直してくれた。構造計算書いじったら法律が割り上がんの。わろた。顧客の契約に関わる情報の入力漏れで、数年間も無料で商品を提供していたのが数件あった。バレていなかったのでそのまま放置で転職。VIP にいる奴らがいかに無能かわかるすれだな。客先の鍵閉め忘れて金目のもの取られた。1円61万株よりやべえのはなかなかないな。配送ミスしかないわ。施工強行して失敗。フォロー含めて2000万超えの損害出した。結構やばいミスが多いな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。わい、フォークリフトの資格講座で初日でやらかしまくる。めちゃくちゃぶつけるし、てんこも覚えきれん。どないしよう。みんなに見られてて恥ずかしい。不登校なりそう。くさ。怖い。ちなみに初日は座学だからフォークに乗らない。マジつらい。初日は座学やろ。実技で落ちそう。初日から実技やるとこあるんか？普通免許すら怪しそう。言うほどむずいか？譜面手こずったわしでも普通に乗れたぞ。電球交換するときの足場にしたいんやが、なんかコツある？よし。ってやる。ちゃうねん。てんことかマジで覚えきれへん。やること多すぎて。フォークリフトって電気なん？充電どうやるの？モーターもエンジンもあるで。ワイ教官やってたけど初日実技とかありえないわ。バックスラロームきつい。どこにでも無能っておるよな。ワイってほんま仕事できひんのやなって改めて実感した。ほっといても取れるんやろ。日程表あるやろ。うぷせー。座学試験通らな実技乗れないから。ワイ受けた時全然できない子がいて途中でやめてったよ。リフトが何なのか勉強してから乗るんじゃないの？実技やっとるなら通ったようなもんやろ。待ち時間が地獄や。ほんまだるい。この前酸欠の講習で基本全員受かるはずなのに一人ハゲたおっさん落ちてて草やったわ。なんで目の前で何回か濃度計操作を実演してもらってんのにできんのや。ワイと一緒や。理解できひんねん。だるい。運よく現場に出られてもちょっとした油断が大損害になるから下手くそやとマジで辛いで。なんか勘違いしてるが僕は講習終了してからが地獄だぞ。慣れない運転で雇われても使い物にならなければすぐ首。最終日はパレットのベルトから吊るしたブランコに子供を乗せて遊ばせる試験や。そのための講座や。本番で一丸さんでよかったと思える。真面目にやってればどんなにダメダメでも合格もらえるから心配すんな。講習遅刻したりわざとサボるやつよりはマシや。免許取ってからが勝負やね。落ちるやつやばいよ。実地知ってるかもしれん。有名なとこやから具体的には言えんけど坂道発進が一番きつかったわ。教官跳ねた2機。車もさ、苦労はしたけど個人やん。フォークリフトの何がだるいかって注目されてるところよ。これな。遅刻欠席態度だけなんとかしとけば受かるから心配するな。いきなり実技で草。チャリの乗り方も知らないで初めて見たチャリ渡されて乗ってください言うてるのと同じやん。まあ、実のところ免許取りに来る奴らは大抵現場ですでに乗ってるからな。マジ？練習すればよかった。普通乗ってる無免ってバレていやいや取りに行かされるんや。講習を物流倉庫でやらかしたやつ知ってるが仕事場で許可出るまで講習延期になったぞ。Y の時は人いっぱいで実習3日間で数回しか練習できへんかったけど楽勝やったから一致も難しく考えんとリラックスしていこうや。そうさればー一本のやつほんまクソ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 のクソ丸さん。10年前なら実技試験で高さ制限のバー落としたやつでも補習で当日合格させてたけどな。今はどうなんやろ。いきなり実技とか教える方が悪いのでは。こんなの実技以外教えることないだろ。自転車と同じやで。初日座学の2日目実技でそのまま免許もらえるだろ。全くの初心者が来る教習とは違うで。ナンバーつけて行動に出る必要が出て仕方なくみたいなのが多い。初日は座学だろ。座学やと思って楽勝思ってたのにこれや。しかもめっちゃ寒いしみんなから注目されるの辛い。恥ずかしい。会社から人が足りなくなるから資格取ってくれんかって言われたわ。でも正直めんどくせえ。仕事増やしたくねえ。メインで乗ってる人が休憩の間変わるだけだけどうちのリフト忙しいから嫌なんだよな。免許取り立ての運転エアプの学生がやらかしまくるから面白いよな。行動に出ていいやつってどの免許取ればいいんだ。リフトにナンバーついてたらいいんでない。免許がいるとしたら大得やろ。倉庫で働くんか。車と違うから最初はぶつけるやろ。コーン踏みまくったわ。くっそ簡単な座学で合格点までいかなくて試験官困らせてたやついたよな。なんかそれも怖いわ。選択肢とかもないんやろ。こうやって受け皿に出荷されてくんおねえ。嘘やろ。いくら講習初日でもフォークリフトぶつけるやつなんておるか。講習で妙にうまいやつは1トン未満のフォーク乗ってるとかでガチの無資格者なんかそうそうおらんやろ。ワイは2日で取ったで。10人1組のやつか。
Y も一番下手な方やったから恥ずかしかったな。言うてあれよほどのことないと受かるようになってるやろ。学科の教科書あったから見たら、やっぱ最初に9つ覚えるようになってるわ。それ覚えて乗るときに指差して言うのが恥ずかしかった。初手実技は草。教習側も無免で慣れてるやつがほとんどって分かってんだな。初めては誰でもうまく運転できんもんや。講習に来るやつのほとんどは事前に練習してて、8割以上は基本動作ぐらいサクサクやるし、一部は無茶うまいけどな。本当に初めての下手なやつは空いた時間ずっと乗らせてもらえるから特訓するだけや。俺が受けてた時は1時間前から来て練習してる子がいた。もう5年くらい乗ってないけど、もう仕事でリフト乗れる自信ないわ。バッテリーならギリいけるかもしれんが、ディーゼルは絶対無理や。正社なんでもかんでも倒すバカがおる。あまりに使えんから草むしりに回された。車の免許ないクラスは教えるの大変やったと指導員が言うてたんやが、一致は車乗るんか。そうだわが、前後逆とはいえ車乗ってればバックする機会はいくらでもあるから飲み込みやすい。アクセルとインチングで爪を持ち上げるの難しすぎて、車みたいに全部オートマにしろよって思ってたけど、重量物をアクセルなしで持ち上げるの怖いよな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。